あ、はは、あ、またあれだ。ASMR になってる。ちょっと待ってください。それも入って、それも入ってないです。あの、それも入ってないです。今入れるの待ってください。これだな。これじゃない。これだ。よしよしよし。これで音声の出力を。これかな。リキちゃん、さっきのもう一回やって。天界無音、ありえぬミュート、失態、狂態、本来ならありえないミス、無音、作り出す無音の空間。バッチリだわ、ありがとう。じゃあやり直します。いやー、なんかね、こんなムーディーなアコースティックギターとで始まりましたけども、なんか後ろがちょっと騒がしいんですけどもね、今日は一体何をするんでしょうか。横の人もね、ちょっといないんですけども、でそのネタやった後にミュートし忘れてる人もちょっといるんですけども、ちょっとじゃあもう早速ね、呼んでいきたいなと。まあ呼べばね、何するか分かると思いますん でちょっと呼んでいきたいと思います。ではまず今日出演の方、こちらです。稲葉ハネルさん。稲葉ハネルです。よろしくお願いします。今日は麻雀はやらないですけど。違いますよ。これ麻雀やってるわけじゃないですよ。麻雀やってるわけじゃない。やってるわけじゃないですよ。岩田ですよ、岩田。岩田。岩田ですよ。岩田。みんなのアイドル岩田ですよ、はい。そんなアイドルいましたっけ？AKB とかですか？違いますよ。岩田ですよ。岩田。ちょっとわかりませんね。ちょっとなんか。組長が変なこと言ってるんで、ちなみにね、はい、ちょっと喘息で調子が悪いんで、そうっすね、口数が少ないです、はい、最悪あの喋れなくなるかもしれないです、はい、その時は、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんとかします、はい。それでは続きまして、伊藤ライフ。伊藤ライフミュートだよ。やめろー、死にたくない死にたくない。はい、無所属伊藤ライフです。よろしくお願いします。どうなされました？お客様お客様どうなされました？あ、血を抜いてたんで今。血を抜いていた。え、献血か何かですか？こんな時間に。肺が透けてる麻雀でね、はい、負けると肺が透けてたらだって相手に全部分かっちゃうじゃないですか。分かっちゃうんですよね。困ってたんですよね。何を言ってるんですか、さっきから。お二人ともどうなさったんですか？いやー、地面からね、手がね、交差してニョキッと生えてました。伊藤ライフです、よろしくお願いします。なんかわけわかんないことをさっきからおっしゃっていますけども、何なんですかねこれ。二人呼んでも全然、なんかいつものメンツですよねこれ。全然全然特別感がないんですけど。やばいですねこれ。特別ですけど今日も。もう毎週毎月のようにね、配信してるような。この Y 軸良くないよ。この日のために VTuber になったと言っても過言ではないです。そうなんですか。そうです。だいぶね、稲葉さん長いですけども、今日この日のためにということで。そうです。いや、何なんでしょうね、ちょっと分かんないね。ちょっともう一人呼んでみます。それではもう一人は、ブギーボックスフラスさん。生きてる、みんな生きてるか。バーチャランデッドユニット、ラッパー、そしてフランケン、そしてバランス派の男フラだぜ、よろしく。バランス派の男。もうグーを出した後はチョキかパー、はい、グーチョキと出したらパーを出さずにはいられない、はいはい。じゃんけんのお話ですか。あ、そう、じゃんけんに限らずなんですけど、はい、まあ、特にじゃんけんはそうですね、はい。ああ、そうなんですね。ああ、でもそんなにね、なんか10万に出してたらバレちゃいません？いや、バレることよりもやっぱバランスの方が大事、はい、生きていく上では。バランスの方が大事。大事ですね。どんな状況でもバランス感のみでここまでやってきましたんで。はい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 。ご容赦ください。なんかこうどんどんね、ギャンブルという沼に引きずり下ろされそうな感じがしますけど、大丈夫ですかね。といったことで、ちょっと今回ね、配信では何回か絡みましたっけ、
フラさんと、フラとお仕事というかあのイベントでは、そうですね、イベントでは一度ご一緒してるけど配信では初っすね、はい、初っすよね、あ、うん、じゃあ初登場ということで、よろしくお願いいたします。 Y 軸に現れた異端なんでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやここで一面ではないんですけれども、また分からなくなってきましたね。何なんでしょう。分かりやすいですけどね。分かりやすいですか、ね。分かりやすいですか。分かりやすいですよ。見たまんまですよこのメンツ。一層分からなくなったんですけども、はい。ちょっとじゃあ最後の人呼んでみて、これで分かんなかったらもう分かんないと思うんですけども、じゃあさっきちょっとチラ見になってしまいましたがよろしくお願いします。ジョーリキーチェッ。はーい、ブラザー、やーやー、高い高い高い、ようこそクイズザ・アンカーへ。VTuber 業界の白山小太郎ことジョーリキジです。今日は全員殺したろうと思います。よろしくお願いします。よろしく。すごい、まんまだ。振る前にやってくれた。もう鹿に金と書いて皆殺しです全員。その帽子取ってもらってもいいですか。この子頭の後ろとかどうなの。頭の後ろは見ないよ。変な髪型になったりしそうですけど、頭の後ろはこのクイズだからね。なんて書いてあるかが分かりませんけど、ね、確かにクイズになるんでね。はい、自分でやったんでしょうか分かりませんが、いやでもなんか分かりませんねこれはね。リキちゃんもだって今日初めましての人多いでしょ。そう、ものすごく新鮮な気分。あ、僕は喋ったことあるけど、うん、意外とあれ左2人とはね、パネルはそう、あの直接お話は直接そうなくて、はいはいはい、そうなんや、そうそう、意外にもね、あのつながりも多いんですけどね、流星の。そう、なんかあの、そう、はいはいはい、知り合いの知り合い、友達の友達みたいな、友達みたいなね。そうそう、そう、なんか、そう、話はよく聞くんですけどね、なんか他人とは思えない感じです。うん、そう、なんとなくこう噂だけでこう膨らんでるからイメージが。確かに会ったら変わる VTuber 第1位だからね、上位記事は。話したら印象変わる VTuber 第1位なんで。真人間です。はい、というわけで、まあ出演者これで全員になるんですけども、はい、分かりませんねこれはね。分かります、皆さん、コメント、皆さん分かんないですか。これ4人で何するんですか。エスポワールド何のために VTuber なったんですか。これで分かんない。聖教魔人、今日そこまで聖教魔人ないです。100万円ずつ入れてきません。腹にドス巻いてきてんだよこっちは。冷たさをね感じてね。死という死を身近に感じてね。横に向けて刺さないとあばらにいかないから。というわけでもう煮詰まってきましたんで、はい、はい、それではもう君たちは何のくくりなん。せーの、僕たちは福本先生大好き VTuber です。はい、というごいつも通りね、全然入っておりませんけれども、はい、ありがとうございました。本日はバントーク福本先生作品大好き VTuber でございます。ボン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 、ざわ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 、散々ね皆さんネタを使っていただいたんですけれども、本日はですねこちらへ福本先生作品ということで、皆さんご存知でしょうか、福本信之先生ということで、まあ、結構ね有名なところで言えば、赤城ですよね、皆さん知ってますよね、もう麻雀漫画の金字塔赤城、そしてね映画にもなりましたカイジ、皆さん知ってるじゃないですか、結構モノマネがねすごい流行りまして、そっちのネタは知ってるよっていう人はね、はいはいはい、結構いらっしゃるかと思います、はい、本日はそんな福本先生作品が大好きな VTuber に集まっていただきました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、いや本日はですねこちら福本先生作品を3つのテーマに分けてこの4人にねもう存分に語っていただければと思います。でも早速いきましょうかね。それでは、はい、いきましょう。まず最初のテーマこちらです。作品語り、うわー、ざわざわ
いろいろありますよ。普段ですね、このバントークはまあ一個の作品に集中してやることが多いんですけども、確かに、はい、うん、今回はもう福本先生作品ということで、うん、広くねやらせていただこうかなと思いまして、本当にね、はい、福本先生たくさんの名作を世にね、はい、生み出されておりますので、うん、十分語れる作品この人数でもございますので、今日はこの4人のね大好きな作品を思う存分語っていただければと思います。はい、はい、ということで、じゃあ順番は私がね独断と偏見で決めさせていただきましたので、順番にやらせていただきます。はい、まずは伊藤ライフ行きましょうか。マジかー最初から行くか。だってお前がこれを出すからしょうがないよ。そうだね、まあね、バッターとして頑張りますから、まずは行ってもらわないと。これははい、はい、では伊藤ライフが、それでは伊藤ライフが、はい、紹介したい福本先生作品は、はい、赤城でございます。赤城、まあもうみんな一回は読んだことあんじゃねえかな、こうなるとね。はい、もう先ほどね私からも言わせていただきましたが、まあいわゆる福本先生の代表作と言っても過言ではない、そうですね、作品でございますね。連載がまあ1992年から もう視聴者の中にも生まれてない人が多分ちらほらいらっしゃるんじゃないでしょうか。いると思いますよ。ね、でこれが2018年まで連載してて、はい、2018年まで長いね。ですよ。はこれはあれですよね、あの近代麻雀での連載なんで、はい、そう近代麻雀の連載で月1ですよね。そうです、なんか格、はい、だから格集なんですよね、確か近代麻雀自体が、うん、だからそれが今あれ格付きじゃなかったっけ、昔は格集だった、あれどうだったっけ、ちょっと待って、途中で一回変化してるはず、ごめんなさい。あ、そうなんだ失礼しました。はい、で今は格付きですね。そうですね。でこれひょっとしたらもう、うん、長い長い鷲津戦があったので、はい、見てたけど途中で脱落して実は連載終了してること知らないって人も多分ちらほらいると思うんですね。もしかしたらいるかもしれないですね。あ、確かに。僕も正直最初気づいてなかったです。やっぱり追いかけて、単行本で追いかけてはいたけども、はい、途中でやっぱりちょっとなかなか話が進まなかったりっていうターンがあって、はいはいはい、まあ、それもだから長い前振りだったんですけども、はい、まあそこでまあちょっとかん、漫画買うのやめちゃってっていう人も多分多いと思うんで、ぜひね読み返してほしいんですけども、はい、これがですね、まあもう基本情報を話すと、天ですね、天天保通りのまずね、はい、階段寺っていう、まず歴史からね、はい、これの天っていう作品に出てきたキャラクターなんですよね、赤城っていうのは。そもそも、うん、しかも天じゃなくて、その途中で出て途中参加の赤城っていうおじさんがあまりにもかっこよすぎて人気が出すぎて赤城を主体にしたスピンオフ作品なんですよこれ実はね。これをまず知らない人多いだろうね、うん、多いでしょうね。赤城がスピンオフスピンオフ作品っていうのがね、うんうんうん、で天自体は実は18巻なんです。全そうです、うん、でこの赤城全36巻なんですよね。スピンオフの方が長い。ここで矛盾がまず生じますね。すごいですよ。ダブルスコアですよ、関数。そうですね。で、あとも、赤城はアニメ化もしてるから、こっから知った人も多いんじゃないですかね。まあそうね、アニメもやってるね。うん、はい、はい。エンディングテーマがね、マキチマムザホルモン。あ、赤城。赤城。あの歌熱い。で、あれですね、だからヤギに電流走るとか、現在の貨幣価値にしてとかね、その辺のね、はい、うん、ネットミームでね、有名ネットミームで有名なとこもって、ね、はいはいはい、で、そう、バイプッシュだわね、赤城バイプッシュだって多分、ここでしか使われない赤城で聞いたことがない、聞いたことないね、うん、バイプッシュだって当たり前のように赤城が言うんですけどはいはいはい、職場や学校で聞いたことありますバイプッシュってないですねないな。今まで勝ったやつをそのままそっくりかけてもう一戦っていうのがバイプッシュって意味なんですけども、はい、まあなかなか使わないですよね。バイプッシュする機会ないよね、なかなかね。で、まあこのね企画に参加するにあたって私赤城を全巻読み返してきましたけど、おお素晴らしい。
まあ、ヨタ話から先なんですけど、僕、まあ、はい、あの VTuber になって新し、あの、ありがたいことにこう麻雀と恋にさせていただいたの、ジャンタマって作品で、うん、で麻雀を改めてやっぱしっかり勉強してから赤城を読むと、はい、めちゃめちゃ面白いんですよ。めちゃめちゃおもろい、本当に。あのね、ハイパイとかはやっぱりその漫画ですから、ちょっと神がかったそのハイパイとかになるんですけど、うん、それはね、やっぱりこの牌を切ったら有利になるとか、うん、この牌を切ったら、先々に得するよっていうのが自分の知識としてあるので、はい、赤城とか鷲津がむちゃくちゃなことをやってるっていうのが肌でわかるんですよ。はいはいはい、はい、うん。だからね、ちょっと今我々ね、 VTuber はね、ジャンタマというのでね、あの麻雀に対して、結構ね懇意にしてるんで、こっからさらに赤城に触れてくれた方がもっともっと面白く見れると思います。あの我々のこの配信を見てるにあたり、麻雀わかんなくてもね面白いんだけど、麻雀わかったらもっと面白い赤城。そう、私もあの去年麻雀を初めて覚えて、やっと赤城が読めるって言って麻雀を覚えて最初にやったのが赤城を読んだことですね。はいはい、あーなるほどな。それまで読まなかったの、わざと。あ、麻雀覚えてから読もうと。そうそう、覚えてからにしようと。どうしてもね、麻雀わかんないとね。そう、うん、なんでヤギに電流が走ったか走ったのかもわかんない。赤城の本一外しとかもわかんないし。わかる。わかんないよね。本一がわかんないとわかんないからね。そう、市川線で白をあんこから一個切り飛ばしてったのがいかにむちゃくちゃかがわかるかっていうの。っていうのでね、まあでも、この漫画ですね、全36巻で、はい、先ほど お伝えしたんですけども、はい、びっくりしたんですけども、はい、7巻から先全部鷲津戦なんですね。嘘でしょ、そう。僕昔の肌感覚では真ん中ぐらい、要はその18巻ぐらいまでは、うん、な浦部とかと戦うみたいな真ん中かなと思ったけど、そんなことないんですよ。7巻までで浦部終わらせてんの。終わらせてる。すげえスピードか。考えられないね。いやすごいですよ。だからわし、あのね、だから関数とかで、あの初版僕調べてきたんですけども、はい、鷲津戦が始まったのが7巻で、これが1997年なんですよ。はい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 、はい、で鷲津戦が終わったのが2017年なんですよ。ちょうど20年間まるまる白を囲んでるんだ。んな、一夜を一晩が20年なの。そう、六半ちゃんを20年間やる。どんだけ濃厚なね一夜かっていうのがわかるでしょ、うん、これで、ね、これがね、だから鷲津戦の前と鷲津戦の後でまた楽しみ方が違うので、また2パターンで楽しめる感じになるんですよね、はいはい、赤城って作品が。アニメでは確かね、ちょうど鷲津戦の途中で終わっちゃってるんで、アニメはね、鷲津の資金が溶けて本当に最後の虎の子の1億円を持ってきて、うん、まだまだ続くぞっつって終わった。そう隠し資金をね、あの赤城が自分の血の中にタバコ捨てる、そうあの辺で終わりましたよ、確かに。はい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 、だからめちゃめちゃいいところで終わってるんですけどね。もうだからね、20年間も連載してるから、うん、多分今読んだ方は分かると思うんですけど、一回鷲津が地獄に行くっていうありますね、はい、しかもあの1話だけでちょっと挟むとかじゃないですよ、1年間がっつり地獄に行くっていう、うん、行きますね、はい、1年地獄って1年研修みたいな、30何巻でね、はい、もう終盤も終盤 でまたこれがまた面白いんですよね、はい、困ったことにすごい怒涛の展開でしたよね。そう、まあ鷲津麻雀の話をしますと、まあさっき僕が一番最初に言ったくだりがあるんですけども、はい、鷲津はお金をかけて、赤城は血をかけるっていう麻雀があるんですけども、はい、で最終的に赤城が勝ち続けて、鷲津の資金がなくなった、でじゃあ試合が終了かと思うんですけども、今度は鷲津も血をかけ始めたっていうターンがあるんです、自分のお金がなくなっちゃって赤城と同じとこまで降りてくるんだよね。そう、さっき力一さんが言ってた、隠し資金の1億すら尽きてしまった、それほど赤城が強くて、でその後血をかけ始めると、やっぱ老朽著しい鷲津さんですから、まあ、血を抜き出すと、はい、まあもう意識を失って死ぬかもしれないみたいなとこになるんですけども、はいはい、うん、そうなったら死ぬんじゃなくて地獄に行くっていうターンがあって、そこで鬼とか閻魔大王様を全員張っ倒して地上に帰ってくるっていう、そうかなりでかくなって帰ってくる、はい、富士山が、ね、富士山が頭を出して富士山突き抜けて、うん、バカに
た。すげえでけえマシズが。アダムはどこだ。自分家に帰っていくんだよ。そうそう。徐々に小さくなりながらね。巨大化してたんですけど。で最後まで打ち切ってその、はい、あの赤城とワシズの試合が最後終わる、うん、まあそのさすがにオチまでは言わないんですけども、はい、どういう顛末を迎えるかもぜひ勝って呼んでほしいんですけども、はい、こんな感じでやっぱ二十何年間あのでもねやっぱねワシズと戦ってるから、うん、ワシズ戦がみんな愛おしくなるんですよ、ね、あもうなんかいいよねお互い認めてるじゃん赤城もワシズもあの関係いいよねそうそうもうね、うん僕だからその30なんか追いかけてきたんですけども、はい、終わるなって思いましたもん2回目ですけどもうちょっと戦ってくれ終わっちゃうのってね、うん、トムとジェリーみたいな感じでやっててくれと、うん、もうずっとねずっと追っかけっこしててくれっていう、うん、このあとその作品語り以外のところでいっぱい語りたいことがあるんで、まあ、この辺にしておくんですけども そのキャラにスポット当てると、はい、ってるところはまだ別に喋りたいことがあるんで、まあ、この辺にしておくんですけども、はい、って感じでねまあもう他にもね、意外と浦部が強かったり、はい、とかちょっとあの1巻から6巻までとは鷲津戦とは違う楽しみ方もできるんで前半もねぜひねお楽しみ前半もねもう伝説の夜から本当にね、うん、行きつけぬ麻雀戦を繰り広げますからこの漫画はだからねそのこの作品のいいところは赤城だけじゃなくてね、はい、もうサブキャラがねたまらなく好きなんですよいやキャラクター本当魅力的だよね敵キャラもだって南郷さん嫌いなやついないでしょこんなかいないもうずっと真似してるもん第1話の泣きたくなるようなハイパイだって俺が求めていたのは変化だったっていうのずっとやってますからねだから まずはアニメから入っていただいて皆様にはい、うん、アニメねネットフリックスで配信始まったんですよしてるんですよ今はいもちろん D アニメストアでも見れますし、うん、いやほんと名作なんでね赤城ねアニメの方がね赤城がねよりね神格化されてるんですよねうんあの汗全然かかへんし同時変しそうだ、ね、でもね漫画の方もねもうちょっとね人間味があるんですよ13歳の頃はね結構汗かいてるそうそうそうあのヤギにキャタピラされた時とか結構ね汗かいてるそうはい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 まだ可愛らしいとこがあるけど そこの差をねだから2作品並べてちょっと感じていただければと思いますはーいはさっき話したワシズマージャンはさ、うん、ただ血抜くって言ったら普通の人にはさ伝わないと思うけどさあの人ってだいたい 2000cc 失ったら死ぬのね血を、うん、ね体内のね、はい、3分の1だったかなそう 6000cc やってそうでだいたい 2000cc なかったら死ぬんだけどこの赤城対ワシズの時の血液のかけ方がもう本当に異常で、うんうんうん、あの1万点につき 1000cc なのねだからあの2万点振り込んだら死ぬのねそう羽万万眼で死ぬのよみんな考えてみな自分が万眼羽万振り込んだら死ぬってマジ打てなくなるでしょそれはそうだよ打てないよね、うん、そんな中ねあの2人はやるんだよねフナはもっと霊とかね10分の1なんだけど、うんうん、赤城が命知らずすぎてさ、うん、もうそんなんじゃ足りねえっつってあげてくんだよな赤城がそのだから事前に 500cc 輸血しておいたっていうシーンがあるんですけどあ、 ありましたねあれ賢すぎません賢すぎる、ね、読みが鋭すぎる本当にウルトラシーだよな本当に、ねとんでもないことなんですよね。そんなとんでもない男の、まあ言っちゃえば俺ツエーマージャーなんですけど、うん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 、本当にかっこいいんで、ぜひこの赤城みんな、もう読んだことない人はぜひね、アニメでもいいですから。ちゃんたまでね、コラボ始まりますし。そうなんですよ。まさかのね、今日、詳細が。あの全然知らなくて俺あのこれ指し示したとかじゃなくて本当にたまたま今日ねいや僕もなんかプロモーションに来たわけじゃないんですよ、うん、ヨースターの、はい、偶然本当にその赤城コラボの情報が今日ジャンタマで出まして、まあ、やるからこれもうやろうかってなったのはあるんだけど、うん、たまたま今日詳細が出まして、ね、20日にはそうこの赤城実写版もあるんですよ
あ、そうそう、ドラマでね。そう、ドラマでこの赤木を演じた本郷奏多さんが20日、やばいね、いらっしゃってくれるんです、公式配信で。いや、ドラマもめちゃめちゃ出来がいいので、うんうん、ぜひこちらも皆さんご覧になってみてください。よろしくお願いします。まあ、みんなね、みんな買って読んでると思いますけど、もう一回読みましょうよ。もう一回ね、コラボ前にぜひ読んでみてください。はい、よろしくお願いします。はい、では、伊藤ライフに語っていただいたところで、はい、続きまして、じゃあ、リキちゃん行きますか。はい、行きましょう。行きましょう。はい、何を語っていただけるんでしょうか。はい、私はやっぱり最強伝説黒沢ですね。だろうね。はい。これはね、まあ、裏話と言っちゃ裏話なんですけど、うん、あの城力英一と私初めて会った時に、うん、まあ、とあるあの公式番組の感じだったんですけど、まあ、あの台本があって、その台本にね、力ちゃんがね、初めて会った時に書いてくれたのがそうだ、この最強伝説黒沢の黒沢を書いてくれたね、リキちゃんがえ、リキちゃん黒沢書けんのってなって、そう、書けるくらい読んでるということで、そう、急に書き出していきなり、そう、この鼻がね、雷みたいになってるんだよ黒沢とか言いながら曲がってんだよね。あ、一回、そうそう、あのなんかへこみがあるよね、あれね。そうそう、ボロボロだから、単行部つけとくとか、こういう中根にやられたね。一生消えない単行部ね。そう、書いてくれたっていうのがあって、今回そのね、大好きな黒沢を語っていただきましょう。はい、最強伝説黒沢、ビッグコミックオリジナルで、はい、連載が、まあ、一旦2003年から2006年まで、うん、で、一旦幕を閉じた後、はい、もう一回復活して、そうです、ね、割と最近までやってますよね。最近ですね、はい、新黒沢という風な形で、うん、はい、はい、これでまあ大体全部で20-30巻いかないかぐらいなんですけれども、ね、はい、うん、まあ、大まかなストーリーとしては、この黒沢という中年男がまずいまして、建設現場に働いてるんですけどもね、でこの黒沢というのは福本先生と生年月日が全く同じという。え、そうなんだ、知らんかった。ですよね、ですよね、ちょっと怖いわ今、ちょっとドキドキしてそれ知らんかった。なんである意味福本先生のアバターみたいなところがありまして、まあとは言いつつも、まあ、冴えない中年男の悲哀というものをね、描いたもので、とにかく黒沢というものはなんかこの四十を過ぎて何も手に入れてないというこの実感が強くて、日々寂しいと。怖いな、日々寂しい。でまず、そう、人望が欲しいというところから、とにかく黒沢が黒沢なりに、ね、こう策を巡らせて、同じ建設現場の、若い連中から、はい、どうにかして信頼を得たいというところから始まる、この涙ぐましい努力のストーリー。皆さんもよく知ってるアジフライの。建設現場でのチラシ弁当に黒沢が実費で人数分弁当の数分アジフライを買って一個ずつ入れていくという。猫、あれ猫、今日の弁当なんか豪華じゃね。この気づきを待つという、だからある意味ギャンブル漫画なんですよこれも。この賭けだよね、うん、この黒沢の仕掛けに相手が気づくかどうかまあこういうのがことごとく不発で終わるんですけれども、そうなんだよね、まあ、とにかく黒沢が自分からアグレッシブに動いていく姿を見たりね、自分の体の限界を超えて熱が出ているのに仕事に出たりとか、そういうところをやって、ちょっとずつこう現場からのね、同僚からの信頼を得たところで、うん、親父狩りに会ってしまう。もうめちゃめちゃね、みんなでね、うん、もう気持ちよく酒飲んでる時にね、時にもう心身ともに、もうたかだか中学生にボロボロにされてしまう、ボロボロにされちゃう。そしてなんやかやあって、いろんなこう因果が重なって、結局その中学生の不良のいっちゃん強いやつと戦わなきゃいけない。そしてこの戦いの中で黒沢喧嘩が覚醒します。そうなんだよね。もともとその建設現場で鍛えた筋力腕力があったから、格闘センスというか喧嘩の文法さえ学んでしまえば黒沢実は強かった。体もめっちゃでかいからね。そう、でかくて、ここから黒沢どんどん数奇な運命に巻き込まれていき、最終的には
救世主になってしまう、本当に最強の男になってしまうという最強伝説ですから、ね、そう、この因果な運命、黒沢を翻弄する運命というものを俺たちはもうね、本当になんでこんなかわいそうなおじさんがいるんだと思いながらも本当に手に汗握りながら応援するというね、この本当に福本先生に欠けないでしょ、この悲しみと熱さというかね、はい、俺にあるのはスーパーカップ、スーパーカップ、そう電話かかってくるんですよ、若いやつからね、若いやつから今なんかブールだかビーチだかにいるんすよっていう、ハワイからね、ハワイか、ハワイかね、水着の女の子もいるんすよ、どうですか、決ま今度一緒にいいですか、バカ俺はいいよ、いいよな畜生、でこう黒沢家にいてね、うん、いいよな、向こうは水着の水着ギャルね、向こうは H カップG カップ H カップ、俺にあるのはスーパーカップってこうカップ麺が映ってる青汁みたいな青春その時しかも絶賛あれだよね、指名手配中だよね、うん、中学生に、確かにそうだもう夜な夜な中学生に狙われるっていう生活をしながらしながら、これにあるのはスーパーカップ。あれなんですよね、あのやっぱちょっと連載誌の感じもあるのかな、ビッグコミックなんですよね、ちょっとこうやっぱり年齢層が高い分、うん、親父ギャグ感とかもあって、うん、あ確かに、とかこれがガチッとハマったりとか、あの時事ネタがあったりね、ハウルの奥城とか、はいはい、あれあれですよね、あの時事ネタ入れたすぎて、はい、あの連載している時の年よりも後に起きた事件を普通にやったりするから結構昔の設定ですからね、そう結構昔のはずなんだけど、その辺ではもう和修様もツイッターとか言ってたから、まあツイートとかね言っちゃうからね、和修様のツイッター発言ありましたけれどもありましたね、そうハウルの動く城って何のことだろうって、黒沢がハウルの動く城になるんですよ、なるんです、これはぜひ皆さん読んで確かめてほしいです間違いなくなってましたあの時、はい、ぜひ見ていただきたい、いやとにかくね、なんか喧嘩漫画としてもなんか妙に親切で面白いというか、うん、なんかすごいリアリティあるよね、そう黒沢の喧嘩って、うーんもちろんなんか一方的にね、もう黒沢はその俺杖感が全くないから、全くない一心一体の攻防なんだけども、その中で、ね、黒沢がモノローグの中でゆっくりと、あれじゃあこのパンチがいけるってことはこれもいけるなみたいなのを学んでってっていうね、ここも面白いし、うん、ね、あとちょっと怪獣っぽいところもあってね、はい、それを最終決戦の時に黒沢がどれだけの下準備をしてね、槍の先っちょを黒く塗ったりとか、ああいうところの起点が効いてくるみたいなのも面白いですしね、まあでも最終的にはそういう起点とかとは全く無縁のね、もっともっと人間の根幹のところを揺さぶる戦いが最後にあるわけですけれども、はい、でまあその後黒沢はいろいろあって復活して、またまた、はい、新黒沢の方では建設現場にいたのがいろんな事情からホームレスになっちゃう、うん、ホームレスになっちゃう、ね、そうでまたなんか揚げ物をめぐって戦いをしたりとかするんですけども軟骨で、まあ、その中で自分の居場所とか、まあ、それから人助けなんかをしながら、今度はちょっと黒沢がなんか自分よりなんか若い人にものを教えるというかね、まあはいはいはい、そういうところも出てきたりとかありまして、まあまさか最後はああなるとは思いませんでしたけれども ね、という感じで、とにかくもうドライブ感があって面白いんで、これ黒沢やっぱいいと思いますね、好きですね、はい、結構やっぱりね、福本先生作品、福本先生ファンというか、まあいろんな作品好きだよって中でも一番何好きなのって聞いたら、この黒沢を出す人多いですよね、多い、非常に本当にそのファンの中でも本当に愛される作品というか、いやでもいいよな黒沢一巻で心つかまれる人めっちゃいると思う、いやなんかすげえ等身大ですよね、本当に人間っぽいというか、うん、こういうおっさんこの日本にどれぐらいいるんだろうなっていうのがありますよね、うん、そしてあれなんですよね、あのあでも黒沢見ないの俺かもしれないみたいな、うん、それを思いながら読んだりだとかっていうのもありますしね、あのロング缶3本に弁当2つで電車乗る下りがすげえ好きでもうやる気がなくなっていったあれで、ね、疲れちゃった
俺あの後輩を居酒屋に誘った時に自分との飲みよりゲームの方でそわそわされちゃって、はい、はい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 、あ、あれ辛くて読めなくなっちゃうんですよな。俺後輩にこれやってないかみたいな。ゲームっていう。文字文字ゲーム。あいつにさ同情されるシーンあるじゃん。あの速攻の隙間に生きててよかったねって、もう、はいはいはい、あれがもういじらしくていじらしくてあれがいいんだよなぁ。そうなぁ、つれつれ。まあ明らかにいいね。うん、あのもういい休めってよく考えたら黒沢からやなよ。そうなんだよ、もういい休め、あ、そう、うん、休め太郎っていうシーンがあるんですけど、うん、はい、あそこで初めてその同僚の若い衆の心をつかむんだよね。うん、いやあのシーン熱、いや熱い男なんですよ本当に黒沢って。ただ空回りするだけなの。ただただ変なやつなんで。ただただ空回りしちゃうんだけど本当にいいやつだし、もう惚れ込んじゃいますよね男がね、あれは本当に。うん、結局最後かっこいいじゃん黒沢っていうね。かっこいいんだよ、もう、もう見た目本当にもうね、もう冴えないおっさんなんだけど、なんであんなに襟足が長いんだろうとか思うところはいろいろあるんだけど、あの感じでなんで黒沢あんな襟足だけ伸ばしてんだろう。解像度高いなそれ。それは福本先生のやっぱ趣味じゃないですかね。うん、趣味は襟足長がち。主人公はちょっとここ長いもんだって。長がちなんだ。カイジもそうだしね。うん、そう。カイジヘアなんだよね黒沢、うん。基本的にそうなんですよ。でも黒沢ってやっぱその福本先生が人情系の漫画家を描いてたっていうののなんか集大成な気がするんだよね。いやーだと確かに、うん、確かご本人も黒沢が一番好きって言ってなかったかな。うん、はいはいはい、描いてて一番感情移入してたのは黒沢ですねって。いやこれ子供には分からないよね多分面白さが。子供見ても分かんないと思うな。分からへんよな。いや一回読んどいていいと思う。一回読んどいてももう一回読み返したらいいと思う。そうだね、もうちょっと年を経て、うん、感じ方の違いがね多分ね、年を取るにつれて面白くなる。うん、人生で読むたびに感触変わる黒沢と、あの赤城の葬式は、うん、そうですね、読むたびに感触が変わりますね。うん、福本先生もともとその割と人情ものというかね、うんうん、元ギャンブル漫画ドンの人じゃないっていうか。そう、そうなんですよね。ギャンブルって実は最初期は結構人情ものばっか書いてあるもん、ね、確かね。そう、あとはなんか麻雀を題材にしたコメディとか、はいはいはい、もっとね、うん、熱いぜペンちゃん的なやつとかからで、それがヒリヒリの心理戦だからどっちもいけるっていう、うん、すごいですよね振れ幅が本当に、うん、どちらも、ね、でその振れ幅がね黒沢でうまいことミックスマッチした感じがあって、うん、これはありますね。はい、最強演出黒沢でございました。さすがにね、はい、福本先生作品大好き VTuber で黒沢出さないのはまずかったですよね。よかったよかった、はい、出していただきましてありがとうございます。こちらもぜひ皆さん見ていただければと思います。お願いします。はい、で続きましてですが、フラさんいきましょうか。はい、任せてください。はい、どちら語っていただけますでしょうか。はい、私が語らせていただきますのはですね、福本先生の最大の意欲作と僕が持っているはいブライデンガイでございます。ガイだもうちょっとね説明してももう重複になっちゃう、みんな当然知ってると思うんですけど、一応知らない方もね、そうですね、思いますんで、簡単にちょっと説明させていただきますと、お願いします。なんとですね、福本先生がですね、サスペンスに挑戦して、しかもそれを少年マガジンで連載してた作品なんですよ。うん、なマガジンやってんな。ちなみにですね、もうこれは断言させていただきます、はい、ノーギャンブルでございます。ノーギャンブルです、うん、ノーギャンブル。そして先ほども話題に上がってました、うん、主人公の髪型、はい、後頭部バリバリ刈り上がっております。おお、襟足が長くない。襟足が孤立してる。そう、孤立してる。そうなんですよ、
ありえない話じゃないですか。でこれがね、どう意欲的で僕がどういうとこが好きかっていうと、はい、まあそもそもがやっぱりそのこの連載作品って2000年頃に、少年マガジンでですね連載されていたんですけど、はいはいはい、その2000年の福本先生っていうのはカイジの、最初の13巻ですね、はい、あれを終えて次の連載作品として用意されたのがこのガイと賭博破壊録なんですよ。はい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 、はい、何があったんや。そうなんです。だからここはちょっとだけ並行していて、つまりそのカイジで一発ぶちかました後に、はい、いやでもやっぱり新しいものに挑戦しなきゃいけないっていうマインドでこのオファーを受けたんじゃないかなと。確かに考えづらいよね、同時になんていうのは。そうなんですよね、まあ、ギャンブルはバチバチにやってるし、うん、じゃあやっぱ少年漫画で何を伝えたいかっていう、はい、おそらく福本先生が考えに考え抜いた結果だと思われるシーンっていうのがなんとこの漫画の1話1ページ目に来るんですよ。はい、ほう、まあ、少年マガジンね、当時連載されていた作品、例えば、まあ、坊や鉄なんかもやってましたし、はいはいはい、サイコメトラエイジとかね、うん、近代一少年やってました、ショータンスシュートカメレオンなんか初めの一歩もやってましたよ、はいはいはい、っていう中にこう福本先生が殴り込みに行くぞっていう1ページ目、原稿用紙真っ黒に塗りつぶして手書きの文字で4文字孤立せよ孤立せよ孤立せよ、すさまじいメッセージじゃないですか。はい、もうメインの読者層中高生ぞと週刊少年マガジンですからね。そこに対して一発目打ち込むパンチ、手書き文字孤立せよ、孤立せよ、いかつすぎでしょ。そのもういわば配信サムネじゃないですか、1ページ目なんて。そうですね、うん、そこでカイジぶち当てた福本先生少年マガジンに迎えました1ページ目黒塗り孤立せよは、はい、なかなかやっぱ意欲的だったなと思っていて、でまあ作品の作り自体も先ほどちょっとお伝えした通りサスペンスになってるんですね、はい、うん、でまあ、あの主人公は、まあ、読者と同じ世代の中学生のガイ少年がですね主人公なんですけれども、うん、めちゃくちゃフェアな悪党としてずっと描かれていまして、すごくストイックな男なんですね、はい、まあ、どういうところがストイックかというとですね、まあ、一時期ちょっとガイ君はまあ学校馴染めなくて、うん、ちょっとまあ不登校気味な感じになってしまうんですけれども、とある人物との出会いでボロボロのこう廃屋みたいなところに10ヶ月間月3万もらって住むというエクストリーム体験をするんですけれども、うん、まあ言うたらそれはちょっとしたその不動産関連の悪いことをしてる人の要するにお手伝いさんみたいな感じで、ほぼ騙されてるような感じなんだけど、ガイ少年は初めて自由を感じるんですよ。でその中でガイ少年がストイックに何をやってたかっていうと、もう2個しかしてないんですね読書と月月、まあ、読書みんなわかると思う、読書するもんね、はい、みんなね、多分ね、しますね、はい、この中で月するっていう人はネテロ会長以外なかなかね日課で月をする人は確かにネテロ会長以外はあんまり聞いたことない、感謝と月ですよ、うん、そうなんですよ。なんとですねガイの場合の月はネテロと違って感謝がないんですよ ねもうひたすらストイックにただただ目の前のガラスに映る自分よりも早く月を繰り出す、はい、その一点だけに、目標を定めてずっと毎晩毎晩月を打つんですよ。である日ガイは光を超えるんです超えましたね、超える、音よりすごいよね、音超えるよ、音より超えるはね結構あるんですよ、インスタじゃないよね、うん、そうなんです。ガイ少年はですねストイックな月の結果、自分が月を打った時にガラスの中に映ってる自分がびっくりするっていう瞬間をこう目の当たりにするまあそんなストイックなガイ少年がですねとある事件に巻き込まれてしまうところからお話が始まるんですけれども、ね、まあサスペンスなんで当然殺人が関わってくるわけです、うん、ガイ少年はですね自分が犯していない殺人事件の犯人としてですね、検挙されてしまうんですね、はい、でその冤罪を、ガイそして外にいる刑事の仲間と一緒に解き明かしていくというのがこのブライデンガイの本筋なんですけれども、うん、聞いたことないじゃないですか、なかなかないよね、扱われてなくないですか、うん、福本先生作品で、うん、多そうないと思うんですよね、基本的にはやっぱりギャンブル漫画が多くて、うん、まあその中に人情バトル漫画のクロスがあったりっていうのはあるけど、そうなんですよね、うん、でまあそんな、まあ、事件にまあ、いろんな名場面があるんですけれども、まあ、つまんでつまんでね、これから読む方もたくさんいると思うんで、つまんでつまんで話すと、ね、まあ、やっぱりそのこの作品の最も素晴らしいなって僕は思う点が一個あって、はい、少年漫画のギリギリ
を言っているあのどうギリギリを行かれてるかと、はい、2000年ちょうど00年っていうのは、まあ、いろんな事件があったりしてその少年法に対する評価であるとかそういうのが揺れてた時代に少年犯罪を取り扱うっていうのはかなりチャレンジングなんですけど、まあその少年犯罪を犯してしまった、まあ、冤罪ながらも検挙されてしまった外少年が送られる強制施設がマジでギリギリなんですよもう正直他チャンネルで話すのはリスクがあるぐらい確かに、うん、表現が結構ねもう今はさすがに無理じゃないかって、まあ、僕も今日読み返してきたんですねこの配信に、うん、はいはいはい、はい、で、まあ、面白いシーンたくさんあったからたくさん話すぞと思ったんですけど話せんもう本当に話せんようなひどい人間学園という施設に害が送られてしまうんですよね、はい、でそこでガイが、まあ、つまりすなわち福本先生が読者に問いかけていくんですね。人間とは何かと。人間とは人間とは構成とは立ち上がることとは何かっていうのをどん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 描いていくんですけど、これ本当に気をつけた方がいいのがたまに悪い先生側の詭弁が凄まじいページを裂かれて表現されてることがあるんですよ。いやいやいやありますあります。そうめちゃくちゃなんかそのひどい罰を与えた後にね、よく罰耐えた、お前たちはこの罰を乗り越えて新たに生まれ直すんだ、いやいや絶対それはおかしいみたいなのが7ページにわたってもう7ページにわたって少年マガジンの紙面を割いて詭弁をぶちかますっていうシーンがあるんですけど、うん、あれとか多分思春期に読むとやばいですね。ちょっと危ないよね。うっかり転んじゃう可能性がありますよ、うん、そうなんですよ。で、まあ、さらにですねここの今のその詭弁をぶちかますシーンの締めがですね、福本先生が自分の才能を少年漫画に適用させるという、はいことをしてるなっていうのが分かるシーンがあって、まあ、これはもうネタバレでも何でもないんでスパッとお伝えしちゃうんですけれど、皆さん友達が鉄骨を渡り終わった後かける言葉って何ですか？コングラチュレーションですよね。そうですね。コングラチュレーションしかないはずです。コングラチュレーション、はい、そう、そのコングラチュレーションって、まあ、当然青年の方のマガジンを読んでる人は、はいはい、おめでとうって意味だって分かるわけですよ。そうですね。うんうん、でも少年マガジンはコングラチュレーションって言われておめでとうってパッと繋がんないかもしれないじゃないですか。ああなるほど、ね、この配慮が実はこのシーン溢れておりまして、はい、最後にこう人間として生まれ直すんだっていうふうに先生、悪い先生がこうバーって言った後に、はい、さっきまで罰を与えてたやつをギュッと抱きしめて、はい、You are human って言うんですよその左下にそっと添えるように級数で言うと20分の1ぐらい、 You are human の20分の1ぐらいのサイズで、はい、君は人間だって書いてあるんですよコングラチュレーションにはルビーは振らないが、はい、少年マガジンの外においては You are human にはルビーは振る翻訳してくれてるちゃんと少年仕様だよね。そう、福本先生の少年シナイズされた感覚なのかなと思って俺はほっこりしましたね。それ気づかなかったないやぜひ読み返していただきたいです。まあかなりですねつまんで面白いシーンであるとかちょっと僕がね誇張して表現しているところもあるんですが、お話の全体自体はめちゃくちゃシリアスな冤罪もの、そうなんで本当に息をつかせないというか、うんうんうん、やっぱりガイがね脱走できるっていうタイミングで脱走しないシーンとかの起点がやっぱその福本主人公の血が流れてたりとか、はいはいはい、ギャンブルはないんですけどやっぱ瞬間のひらめきにあふれる描写がめちゃくちゃ多いんですよね、まあ、ある種ねこう賭けというか、うん、賭け要素みたいなのあるよね。そうなんですよね、命賭け、うん、そうそうそう、命賭けの賭けは確かに常に存在している。はい、でまあこの作品をおすすめするにおいて一番大事なポイントがあって、はい、なんか長そうくないですかこのそうですね、うん、長そうっすよね。はい、やっぱ赤木ぐらいの尺はかかるのかなと思ってる。あなた安心してください、38話で終わります短いよねこれね。5巻です。短い、全5巻、はい、全5巻です。ブライデンガイ、そうなんです。これ実はですね福本先生のインタビューでガイについて言及してる記述を僕見つけたんですけど、おお失敗作だったと言っちゃうのそれそう、まあ、くしくも1年で打ち切られてしまって、はい、まあ、読者の心情が読めなくて、はいはいはい、不人気の末に打ち切られてしまった失敗作であると、はい、でも福本先生はその失敗から学んでまた次の作品を作るというふうにそのインタビュー締めくくられております、はい、なるほどなるほどなるほど。
出来が悪い子ほど可愛いんだよ。まあね。俺がすごいガイが好きなのはその打ち切られてしまうことが確定した瞬間からの尋常ならざる巻きとかですね。こいつ。この辺の情報を踏まえて、うん、ぜひブライデンガイ知らない人読んでみてください、うん、5巻でまとまってるんでおすすめです、ね、でもちゃんとまとまってますよね。そうとはいえ最後急いだとはいえそうなんですよ。しっかり多分伝えようとしてたことは伝えて終わってるんじゃないかなっていうのはあるよね。もちろんはかなり伝わってると思うし、うん、なんとなくそのあの一連が終わった後書くこともないというかその話がちゃんと完結してるから、うん、その無駄な描写なく終わらせるつもりだったんじゃないかなってなんとなく思うような爽やかな読後感はありますね、はいはいはい、うんすごいスパッと読めてね。そうなんですよ。うん読後感がすごくいい漫画ですよ、うん、ブライデンガイは、うん、めちゃくちゃおすすめでございます。単行本5巻あるうちの丸々1巻、うん、主人公が全裸ですよね、うんはいはい、ずっとあーそうー、ね、せや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 、はい、なんならあのその全裸になる巻の前の後ろ2話から全裸になってる巻挟んでちょっとまた、ね、まだ全裸1.4 巻は全裸中学生男子の全裸ですそうなんですよ。とんでもないですよね貢献してるな。全裸になる前も半裸だしね。あそうずっと脱いで謎のね影が下腹部にあるのよ。凄まじいコントラストが特有のあのシャシャシャね。そう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 ね、あとねコミックスのね折り込みのところにその巻の名台詞があるんですけど、うんはい、もう全部少年マガジンじゃないんですよフォントから文章量から内容から、うん、全部少年マガジンじゃなくて最高なのぜひ実物で読んでほしい。いや読んでほしいですね、うん、本当に面白いんで皆さんもぜひ読んでみてください、うん、ということで、はい、おすすめです、うん。フラさんからはエブライデンガイを、はい語っていただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしたら組長いけますか。ちょっとあのコホコホしちゃったらあの文章をね、はい、送りつけますのでそっち読んでください。了解です。はい、ではどちらになりますかね。はい、私はねもう常日頃からもう大好きな漫画3つあげろと言われたら、はい、スラムダンク、キングダム、はい、銀と金ってねあげてるぐらいずっと大好きな名作だわ、ねうん、いやもう本当にねもう大好きすぎてもう何回もちょっとあの配信で紹介してるんで今更感もあるんですけど、はい、あとちょっと今日喘息気味なんであのあんまり喋れないかもしれないすいません。そうですね、はい、はい、で、ちょっと銀と金っていうね漫画は結構古くて、はい、1992年から96年までで、はいはいはい、しかもなんかちょっと雑誌もねマニアックでアクションなんで ピザッツみたいな。あーはい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 、はい、ピザッツでやってたんだ。ピザだったこれ結構マニアックなねあの雑誌でやってたんですけど、でももうあの名作と言ってね私は銀と金は福本先生の漫画の中で一番泣きました、うん、おー一番泣いたのがもう銀と金ですね。泣くポイントどこで泣いたかやな。一番泣けるところ何個かあるからはい、まあまあストーリーとしてはそうギャンブル中毒のまあしょうもない男のね森田っていうね青年がちょっと若い青年がいるんですけど、はい、その森田のところにね急に声をかけてきた平井銀次っていうなんかちょっと白髪のね渋いなんか中年男性がいました。でなんかちょっと話を聞いてると、まあ、彼はね銀を銀に王様で銀王って呼ばれる、はい、莫大な資産を持っている裏社会のフィクサーだったんですね。はい、うん、でその人にちょっと森田はなぜかちょっと見初められてしまって、まあ、いろんなねやり取りがあって見初められて、まあ、その銀さんの元で、まあ、修行を積んでいくみたいな感じになっていくんですけど、ちなみにそのタイトルの銀と金っていうのはこう銀を超えるように男になってほしいという銀と金でね、金の銀を超える金のような男になってほしいっていう意味が込められているらしいんですけど、はい、でもいろんなねギャンブルだったり事件に巻き込まれていくんですけど、まあうさんくさい画商とねなんかこうあの本物の、ね、絵をこうあの贋作かどうかとかねセザンヌねセザンヌねそうそういうのを見極めるやり取りだったりとか、
あとはまあ裏金を狙うね、業界人たちの攻防だったりとか、まあ、いろんなまあ麻雀もやり、ポーカーもやったしね、いろいろあるんですけど、その中で私が一番好きなのはカムイ編っていうね。おお、はい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 。あそこなんよ。はい、カムイが一番好きでね。はい、まあ、あの簡単に言うと、まあ、遺産をめぐってなんかちょっと殺人鬼のとこう追われたりとかのサスペンスもあるんですけど、まあ、それがねどんなストーリーかというと、ちょっと待ってくださいね。とこほこしそう。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。でね。はい、まあ、そのカムイ編っていうのはですね、はい、家電メーカーの大きなあのカムイっていうメーカーがあるんですけど、はい、それの会長もう80近いおじいちゃんなんですけど、うん、そのカムイ秀峰、まあ、ちなみにカムイ秀峰のね、秀峰ってあの、うん、あのブラックジャックによろしくとかの佐藤秀峰先生から取ってるらしいですよ。え、そうなんだ。あ、アシスタントやってたぞ。ああ、なるほど。らしいですよ。はい、でそのカムイヒデミネってね、おじいちゃん。名前そう、すごい熱いよね、羨ましい、使ってほしいわ、はい。で、カムイヒデミネのね、その検査入院で、そのおじいちゃんをちょっと脱出の、ね、手助けをしてやってくれみたいな。うん、おじいちゃんが、なんか何も体に問題ないのに、ずっと病院に軟禁状態になってたんだよね。そうそう。で、それで、まあ、その依頼が来て、うん、それの担当を森田がね、ちょっと脱出のね、なんか手助けをするっていう感じだったんですけど。はい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 、で、まあまあ、いろんなことあって、まあ、脱出成功したんですけど。で、なんでそういうことなってたかっていうと、そのおじいちゃんがですね、まあ、とんでもないやつでして、はい、まあ、子供がね、4人プラス1人、まあ、腹違いの子供がいて、うん、5人、計5人いるんですけれども、うん、もう何かとそいつらとこう争わせて戦わせてこう一番になったやつだけに褒美を与えるみたいな。だからまあその家督もね、その後継ぎもそういう風にやるみたいなことをやってたから、子供たちが切れちゃって、もうあのジジイもいい加減にしろよって言って、はい、まあ、ちょっとそのジジイをなんとか殺そうみたいな。でもうなんかその最終的にもう銃を突きつけて、もうこれでお前自殺しろみたいなこととかね言われるんですけど、はい。で、まあそういうことはあったんだけど、まあそのおじいちゃんもね、もうそんなこと負けてられませんから、結構やり返したりして。で、まあ、紆余曲折あって、あるビルにね、こう、こもって、はい、殺人鬼から追われることになります。で、そのおじいちゃんを手助けするために、ちょっと森田がね、一緒に同行するんですが。はい。で、そこのね、そこからのシーンが私大好き。ただ、ちょっとネタバレになってしまうんで、あんまり詳しくは言えないんですけど、はい。はい、まあ、追っ手をね、いろいろこうやっつけて、よしよし、これは勝てるぞと思って、エレベーターでよし、出ようと思って、エレベーターでね、一回一件落着したんだよね。一件落着するんですよ。はい、もう、じゃあ帰ろっか、みたいな。そう、よし、もう大丈夫だって、味方がね、迎えに来る、大丈夫だってなるんですけど、エレベーターを、そのエレベーターで迎えに来てくれるからって、こうエレベーターに乗ろうとすると、エレベーターがパーって開いたら、その、助けに来る奴らが死んでいて、その血で、皆殺しって書いてあるんですよ。カムイ、カムイって皆殺しって書いてあって、はい、その皆殺しっていう字が、鹿にね、金って書いて、皆殺し。一文字でね。一文字で。皆殺し。皆殺し。はい、これゼロでも出てきて、皆殺しの魔女の皆殺しですね、うんうん、多分先生これ好きなんだろうね、この字も皆殺し、ね、そう、私もこの皆殺しっていう漢字をねここで覚えて、書道でめっちゃ練習しました。ろくでもね。だからめっちゃ皆殺しだけ上手に書けます、ちなみにね。すげえ縦に圧縮するもん、あの字。そうなのよ、難しいよこれ。こういうもうチリみたいになるんだよね、うん、フォントだとね、はい、で、ちょっと待ってください、ね、大丈夫か、はい、はい、うん、呼吸して無理しないでください、ね、うん、どこで泣いたんだろう、確かに確かに、まだわからない、まだわからない、カムイの話してんのに。はい、ではね、その皆殺しってやつは何だったのかというと、はい、そのまあ、主にね、そのじいちゃんにね、攻撃してたのは、長男と次男だったんですけども、うん、はいはい、その、四男とね、あと腹違いの五男が、あまりこう、おじいちゃんからね、優遇されてなかったんですよ。四男はちょっとあんまり出来が良くなかったのと、五男は腹違いだ
ってちょっとなんかあの脳に障害があったりとかして、そう、ね、そう、おじいちゃんからすごい虐げられてて、特にゴナンはねもうあまりにもひども下男のような生活をね強いられてたんです、逆だよね、はい、でその恨みがあってその二人がねもう反逆するわけです、はい、でまあ、ちょっと結末はちょっといずれに、ぼやかしますけど、あそのゴナンのねそのちょっとずっと虐待をされていた子がもうなんとかそのおじいちゃんをこう締め殺そうとするんですよ、うん、もうぶち切れちゃって、うん、もう許せないって締め殺そうとするんですよ、うん、そしたら森田が待てって言ってちょっとそんな人を殺すなみたいなこと言うんですけど、そしたらはい、その一瞬こうやっぱいい子だからそれちょっと一瞬ひるんじゃってそのひるんだところをまあちょっと狙われてしまうんですね、はいはいはい、でまあその狙われて最後のセリフが差別されたんだって言って、うん、はい、その言葉を残すんですけど、私はもうそこのシーンでめちゃくちゃ泣きました。いやなるほどね、悲しいシーンだよねあれはね、確かに本当にかわいそうで悲しくて、まあ、そっちにね感情を移入してしまってね、部外者の森田からしたら今そんな強行に走らなくても血で血を洗う戦いをしなくてもどうにでもなるじゃないかと、やり直すのはいくらでもあるじゃないかっていうのはあるんだけども、殺したらもうそれで終わりだぞって言って、ね、終わりだぞっていうのがあるんだけど もうこのカムイの悲しい血のね、うん、歴史でもう行くとこまで行くしかなくなっちゃったっていう、あのいやさ、事前まで結構ギャンブル漫画じゃないですか、結構ね路線はそうなんだよ ね、 ハムイ編だけ本当に路線が違ってすごい印象残ってる、そうなんだよね。でちなみに森田がね、はい、この事件の後ねもう、うん、悪党のお森とかもそういうの嫌になったって言ってね、うん、しばらくちょっといなくなるんですよ、ね、フェードアウトしちゃうんだよね、そうなんだよね、森田が、まあ、鮮烈な体験だもんな、それぐらい、あれは、あれは嫌になるよ、うん、そりゃいやこれぜひね、このカムイ編、うん、読んでほしいですね、皆さんに。四男とコナンの昔のさ、うん、回想みたいなのがまたさ、ね、あれ見た後にあれやられたらさ、そうな、唯一優しくしてくれたのにちょっとな、もう親父がどもはマジの毒親、毒親も毒親だから、うん、もうとんでもないね、子供の経験でなんとか二人で乗り切ってきたっていうのから、うん、ねえ、だからってボコすことないやんか森田さん、もう踏んでたもんね。いやなるわな、銀と金やったらね、使ってみたい名台詞がすげえあって、いやあるよね、肘の高さまでやった。いやーもうあれ使っていねんだ。ポーカー編。もう今ポーカーゲームで普通にやっててもなかなか出てこないもんな。もう肘の高さまで。肘の高さまで。あれやってみたい。ゲン縄ですもんね、積むの。まあこれは説明すると、ポーカー編が銀と金にはあって、うん、まあなんかこう。結構な企業のボンボンみたいな大学生みたいな3人組が、うん、なんか女の子相手にちょっとねバーで遊んで、で何十万か金つかませた後に一気に1000万ドンっていきなり貼って、あじゃあこれ受けれないなら君たちは負けだよって言って、それどうやって払うのって言って、まあちょっといろいろなこうやっちゃうというような小悪党がいるわけですよ、うんうん、でそこに森田が女の子に頼まれたんだったかな、確か。そうそうそう、伊藤っていう女の子に頼まれて、うん、そこに同席してくんないって言って、その伊藤って女の子もまあその手口に引っかかっちゃうわけですよ、うんうん、でもうその西条だ、西条が一番ドンってもう置くんですね、話の通り、うん、じゃあこれかけれないんだ、昨日中負けたけどどうする、1000万持ってくる今からみたいに言われて、そこでもうその西条が見下してたんだよね森田を。まあ、森田もその襟足も長いし、はいはい、長いよ、すぼらしいから、はいはい、姿が、うん、もう見下してるんですよ男として、なんだこいつみたいな、この取り巻きみたいなやつはみたいに見てたら、急にその森田がカバンをスッと取り出してきて、なら俺が積もう肘の高さまでっ
って言って、うん、もうそれ以上の1000万以上のお金をドンって出すんですよ、うん、ダンダンダンって多分3個に分けてやってるはずだね、うん、こんなに襟足長いのにそんな襟足長いやつからもう西条は1000万出てくると思ってないでもううろたえるんですよね、うん、なんでお前はどこの社長の息子だみたいなんですけど、その次も俺めっちゃ好きで、あの俺は森田哲夫、背景はないっていう背景はないってさ、かっこよすぎない？ボンボンじゃねえぞ俺はと。お前みたいに親父の金とかじゃなくて、俺は一人で積み重ねてここに肘の高さ積み重ねてるんだぞっていうのを、うん、いやーすごいよね。いや森田って、そう、福本先生やなんか他の作品と違って、うん、めっちゃ普通なのよね。なんかすっごいクズでもないし、すっごいダメでもないし、超天才でもないし、あるようには見えないよね。普通に日雇いで働いてるだけの、そうそうそう、ただ競馬ですってるだけ。普通なのよね。だからなんか、そうあれ見てると自分でもなんか銀さんみたいな人に出会ったら、こう人生激変できちゃうんじゃないかみたいなね、思っちゃう。いやーでも あのテストには合格できねえよいやー俺はあれはな、もうあんな目の前で減らされたら無理だよ。身を切られてるようだよもう。いやー銀と金、銀と金の前はなんかバラバラでね、空気が、うん、結構その勝負がね、最初の方はなんかこう、うん、サスペンス的な要素から始まって、確かに、ね、そこからジャンもあるし、ね、特殊ギャンブル勝負になったりとか、うん、なんか飽きないよね、本当に銀と金って、うん、確かにいろんなこと起きるかも、うん、そうそうそう、うん、殺人鬼とバトル始まったりとかね、殺人鬼、殺人鬼とバトル、マジでサスペンスだからな、ね、そう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 、本当に飽きない展開が多くて、うん、面白いんですよね。ポンポンと死んだもんな、あの辺とか、そうなのそうなのね、生き残ったよちゃんと森田は、うん、名シーンいっぱいありますからね、うん、まあ読んでみてください。これ確かか分かんないんだけど、はい、あのギャンブルの最中にグニャーってなったの初めてなの、あれポーカーじゃなかったっけって。ねどう思います、あれどれが最初なの。でも銀と金よりと赤木ってほぼ同時期なんだ、うん、92年だから、うん、だあと天がそれより前だから、天でその表現があれば天先になるんじゃない、うん、天であって、ひろゆきがなってそうだな、でもあなってそうひろゆきぐにゃってそうだけど、ギャンブルやってさっきに相手とか視界が歪む演出はね、俺金と金だと思うんだけど、かもしれない。わちょっと読み直さなきゃダメだな西条があこれ以上金積みたくないって言うと、だんだん森田がぐにゃにゃ、あーそうだ、はいはいはい、わかるわかる、あの辺じゃねえから。あ、西条がぐにゃってたんだ、なるほど。あとあの麻雀負けたも後の森田がちょっとこう、はい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 、歩けなくなってみた、あの辺が最初な気がするんだけど、これはちょっと詳しい人に聞きたいです、ね、ちょっと時系列を、ね、調べてみる。グニャーの、グニャーの歴史ね、グニャーの歴史あ、画商もグニャってたって、画商もグニャってたって、じゃあもう銀と金なんじゃない、うん、じゃあ銀と最初はな、何城だか忘れちゃうんだよな、ね、西城、西城いっぱいいるから、うん、情多いからな、ね、なるほどね、うわ、 いやめっちゃ読みたい、めっちゃ見たかった、ね、金と金もね10巻なんですよ。そうなんですよ、ね、めちゃめちゃ読みやすい。文庫版だと8巻なんですよ、ね、8巻だっけ、うん、そう、完全版が10巻だったかな、めちゃめちゃ読みやすいんで。コンビニコミックとかで一時期置いてたよね。あったね、あった、あコンビニコミックでありそう、銀と金分けやすいもんな、600ページで分けやすいから、コンビニコミックで東西線読んだ、買っちゃうもんな、買っちゃう買っちゃう、長い移動の時にとりあえず買っちゃう、600円で買っちゃうもん。いいっすね、銀と金、これもね、やばい、名作なんでぜひ読んでください。はいはい、というわけでキャラ語り以上になります。ありがとうございました。じゃあ続いていきましょうかね。はい、こちらキャラ語り、これはね、まあ、今までは作品語っていただいたんですけれども、もう本当に魅力的なキャラがねたくさんいるんですよ、うん、赤木とかね、カイジとか主人公によらずね、うんうんうん、はい、たくさんいるので皆さんもそれぞれ好きなキャラクターいると思います。
はい、そのキャラクターについて語っていってもらいたいなと思います、はい。では次は逆に行きましょう、組長からお願いします。はい、はい、コンパクトにね、もう言います、はい、言いますけど、もうやっぱり、はい、一番好きなキャラといったら、はい、岩田でしょ。岩田。岩田。岩田。岩ピ。あの正式名称でお願いします。はい、はい、あの赤城のね、はい、ワシズ岩田です。岩尾、岩尾。岩尾ですよ。岩田の画数10分の1ぐらいになった。なんかね、あの冒頭でも岩田、岩田とおっしゃられて。そうですね、岩田大好きですね。はいはいはい、でもこれ好きな理由いりますか？いやもうみんな大好き。まあ魅力はやっぱりね、わかりますけど、知らない人も今日いらっしゃってるんで、でも好きじゃない人多分いないと思うんでね。そうですね、はい、あの体調面も考慮しコンパクトにね、はい、あの言いますけども、まああの鷲津の岩尾さんはですね、あのまあ誰でも知ってる赤城のラスボスで、はい、先ほどもね、うん、あの赤城の話で、あった通り20年以上もね、あの赤城と麻雀をし続けた現実時間で20年、はい、漫画の中で一晩ですね、はい、麻雀をやり続けたんですけど、でまあもう赤城並みに神に愛された強運の持ち主で、もうすごいな強運持ってるんですけど、いやもうとんでもない、もう豪運って言われてますからね、豪運よ、豪運。もうワシズマージャンについてはなんか先ほどもあったんで、じゃあ、うん、あの地獄の方ちょっとね。はいはい、あのマージャンの最中に、はい、ワシズの岩尾さんはですね、あのちょっと気を失ってしまうんですよ。はい、で、うん、ちょっと途中気を失意識を失って夢の中なのかなみたいなところに、まあですかね、夢の中ですよね、はい、夢の中で地獄に行くんですよね。はい、で、あのその地獄ではですね、普段もう75歳の鷲津が、はい、夢の中だからか体がこう若返ってめちゃくちゃ元気になるんですよ。全盛期の頃のね、全盛期のね、全盛期のもう本当にあの、はい、どれぐらい元気かっていうと、うん、こう地獄がね繋がれている中でかい鉄球みたいなやつがあるんですけど、うん、それをこう振り回してその風力で空を飛ぶぐらい。鷲津コブタ、鷲津コブタ、なんとから分かったんですよね、名前が。はい、はい、あのそれぐらい元気だったんですけど、で、あの普通地獄に行って、ね、鬼とかにこう食べられちゃうじゃないですか。そうですね、怖い怖いってなるじゃないですか。鷲津さんは違います。最初ちょっとびっくりしてたんですけど、あの別にそんな怖くないくないかあいつらみたいな。もうよっぽどね、あの自分が現実で生きてきた人間界での方がね、あの恐ろしい人いっぱいいるから、もうこれは怖くないぞって言い出して、あの他のね、地獄に落ちてる亡者たちを束ねて、はい、鬼にね、復讐を逆襲し始めるんですね。針でね、鬼を裸からこう刺していじめたりだったら、始まるんですよね。反逆し始めるんですね。はい。でも最終的には、エンマ様にビンタとかまで始まるんですよ。はい、であと有名なところで言うと、ルンバみたいなのでね、あの有名な、あの地獄のシーンだとね、はい、あのルンバみたいなのがなんかこう、もう亡者をこう吸い込むルンバみたいなのがね、うん、あの鬼たちが使ってきたりするんですよ。あのこれ昭和の話なんですよね。昭和も昭和の話なんですけど、昭和中期ですよまだ。それがねびっくりでね、はい。で、まあまあまあそういうことがあって、地獄からね、こんな死んでる場合じゃないと言ってこう生き返ってくるんですけど。勝負の最中ですから。そう、勝負の最中ですね。で、まあ同じ年だったら、これも75歳で赤城と対等に渡り合ってるわけじゃないですか。うん、もし同い年で現実でも、あのピンピンしているね、全盛期の鷲津だったら、これも赤城以上だったんじゃないかなと私は思いますね。いや、かもしれないっすね。でも赤城もね、やっぱり鷲津のことをライバルとしてね、認めてますし。で、鷲津はやっぱりなんといっても部下にもね、愛されてるんですよね、こう。これはそう、マジでそう。もう鷲津が生き返った時もみんな部下が大喜びするとかね。いい上司なんですよね。いい上司なんですよね。はい、なんでも鷲津の好きなところっていうのはもう言葉では言い表せません。以上にします。はい、限界が。いやー、鷲津のね、お前
いいこと言ったっていうセリフすげえ好き。わしず結構寛大だよね。そうなんですから。そう。普通の部下とかがわしずが麻雀打ってる時に口出してくる。おやめください。おやめください。兵道だったらもうやっち� ゃってもうそうだよね。天才だよ。ね、結構心広いよね。うん、広い。だって助言聞き入れてさ、うん、あ危険杯切らへんとか、うん、あ結果こう偶然倒しちゃった説もあるけどあれは。そうだな。いやー。王なのだ。あのね、あの時もね。なんかわしずがね、温泉に入ってるとこ思い浮かべるやつとかね。あもうね、最終的にはもうヒロインですから。そう、ヒロインですから。わしずはヒロインだ。わしずって文字を見るとね、もうわしずのことを思ってしまうぐらい。もうね、赤木大好きなんで。うん、もう自分が警察に追われてること関係ないから。ただただ赤木が大好きっていうね。このカップリング熱いっすよね。あなんかでもなんか赤わしみたいなカップリングがある。赤わしかわし赤か分からへんけども。赤わし。そうなんか結構いるらしいですよ、うん、そのカップリングをしみたいなね。赤わしね熱いんですよ。なるほどね。いやすごい執着心があるっていう風になりましたからね、あの麻雀の中でね。わしずはもう絶対に赤木を殺したいっていうのはもうほとんどもう好きの矢印みたいなところ。そうね、うん、あれは恋だろうね本当に。もう恋ですからね、うん、半ば。それは赤木がなんかピンピン跳ね返して天もほろろなのかと思ったら、そのわしずが地獄に行ってる間、赤木がその魂の抜けたわしずの体に何をしたかこれはぜひ見てほしいですね。見てほしいですね。何をしたか俺むちゃくちゃ熱いと思うんですよね。あれはさ攻撃じゃなくて応援よね。もうあれはね本当にわしずのこと尊敬してるというかね、だからこそだったんだろうね。本当に敬意を持って接してるんだなっていうのが、キャリア最強の敵でしょうからね、赤木からそう間違いないだろうね、うん、本当に最強の敵だと思います。いやいいよね、わしず岩尾本当にラスボスとして本当に最高のキャラクターだったなっていうのがありましたね。福本作品いろんなあの各々の作品に、うん、あのギャンブルで脳が焼けちゃったあのすげえ金持ってるおじいちゃん、おじいちゃん必ず出てくる、大体おじいちゃんこう賞揃ってて、あれもなんかみんなどれが好きせーので言う回やりたい。嫌、うん、われるなクラマエ、兵道、ワシズ、ザイゼン、ザイゼン、どれが好き。確かに鬼頭も入れていいよ。難しいな、全部好きすぎるわ。俺財前にしようか。やっぱ兵道会長かな。いやで兵道ちょっとやっぱスピンオフでね効果上がっちゃってんだからね。確かに難しいとこっすね、うん、おじいちゃんいいからな、うん、そんな素敵なおじいちゃんね赤城でも見れますし、なんとこの鷲津岩尾が主役のスピンオフもございます。鷲津というね若い頃の鷲津を描いたスピンオフもありますので、もう好きになった方はぜひねそちらを見ていただければなと思います。はい、というわけでじゃあありがとうございました。じゃ続きましてはフラさんいきますか。はい、行かせていただきましょう。はい、私が語るキャラ、それはですね皆さんも大好き、いや大嫌いかもしれない安藤でございます。きたー、ついに怪獣シリーズから来ましたね。いやもうこれはね、怪獣が出てきたよ。怪獣からずっと避けようと思ったんですけど、好きなキャラのこと考えるとずっと目を閉じると安藤がね俺の星をじっと見てるのよ。鏡の向こうの俺のこと忘れて俺の星見てんの安藤。いや安藤というのはですね、クズオブクズと怪獣作品の中で言われている男なんですけど、もう福本作品の中でもかな、そうかもしれないですね。福本スマブラの中でもクズ度では抜きん出てる可能性がある。というのも、まあ、安藤っていうのは怪獣と一緒にエスポワールに乗っていた人間、限定じゃんけんに挑んでた、本当に最初のギャンブルの、そうですね、多重債務者の一人なんですけども、怪獣とはですね、怪獣に
が、まあ、この借金を背負うきっかけとなった古畑と船の中で出会って、うん、で古畑と組んでやってくぞってなった時に3人目が必要だってなって、うん、ザ・サードマンとして登場したのがこの安藤くんなんですよ。うん、もう成り物入りよ。もう この条件が揃ってる男がいれば俺らはここ勝ち抜けるって言って入ってきたのがドクズ・オブ・クズだったのよ。よりにもよってね。いやもうほんとカイジのね、かます前に絶対最悪のツモをする癖はここから始まってんすよね。一回停滞失敗をしてからかますんで彼は。でそう安藤のもうめちゃくちゃいいとこたくさんあるんですけど、もう一言で言うならいいとこ、いやもういいとこよこれは、一言で言うと俺たちなんだよね。俺たちなんよ。だってさ俺たちがさ、じゃあもうわけわかんない、もう多重債務者になって船に乗れ、はい、されてさ、はいはいはい、今ここで仲間切った時に300もらえる、はいはい、切ってしまうと思うんだ俺は。いやもうそのね状況に置かれてしまったらだよ。だちなみに300万ってお金すごい大金ですけど、後のワンポーカー編で言ったら 0.03 ライフですから、ね、最初はね現実味あったんだ。カイジの借金も最初は300万だったんだよ。そうなんですよ、そのぐらいの金額から始まってるんですけど、うん、まあ安藤さんのクズっぷりはもう枚挙にいとまがないんですけれども、そうですね、まあ、そもそもかあの安藤さんって、どうにもならない状況をカイジに救ってもらってるんですよ。そう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 、はい、というのもですね、限定じゃんけんっていうのは、うん、まあじゃんけんの手のカード、グーチョキパーのカードを3枚ずつだか4枚ずつ持ってる状態からスタートして、はい、じゃんけんの勝ち負けで自分のライフとなる星をやり取りするっていうギャンブルなんですね、はいはいはい、で星がなくなったらゲームオーバー、うん、別室送りです、うん、でカードがなくなって星がある状態だとじゃんけんができないから同じくゲームオーバーと等しい状況になってしまうというゲームなんですけど、はい、そんな中で、安藤さんはですね、星2つ持っててカードが0枚っていう稀有な状況だったあなんでそうなったんだろうな本当に。そうなるか自分たちどうやったらなるんだろうじゃんけんがずっと引き分けだった、うんってことしかないよね。一瞬負けみたいな、一瞬バカ浮きして調子乗って負け込んじゃった、こっちからね。っていう状態で、あのトイレ、嘆きの間と呼ばれているトイレでですね、ベソベソ泣いてたんよトイレの地面で、うん、もうどうしようもないからね。そう、もうダメだって、じゃんけんもできない、俺はもうここで終わりなんだってなってたら、カイジが、うん、お前仲間に入れてやるって言って、その安藤の星を使ってで要するに延命することによって、うん、別の対戦相手と戦って勝ってこう星をさらにゲットするって展開につながるんですけど、はい、つまりチームになったんで、うん、安藤もカイジも古畑もみんな一蓮托生なわけよね。そうですね。だお前の勝ちは俺の勝ち、お前の負けは俺の負けっていう状態で、うん、最後の最後ですよ、はい、カイジが身を挺してこの2人を救うために別室行きになるというシーンがあるんですよ。ありますね。やっぱその債務者の最後の矜持をねカイジが見せるところなんですけれども、そのシーンでですね、なんでカイジは別室送りになるかって行くかっていうと、別室に行った後に絶対に救済措置があるはずだと、うんうんうん、その救済措置の使用をお前ら二人に託すぞっていう熱いバトンを渡すわけよね。うーん、でそこで取った俺たちの安堵行動とは星を見つめてこれを売ればいくらかまさかの開示切り捨て。ここのリアリティがすごいと思うんすよ。いやーねー、だって漫画だったら助けるじゃない。そう、漫画的展開なら助けるんですよ、うんうん、まさかの助けないをチョイスすることによって、うん、安藤の存在っていうのはやっぱりそのホームズでいうワトソンであったりとか その舞台装置だなと僕は思っていてよく言い過ぎやと思う。だって俺今安藤に喋らさせられてる可能性があるな操られてる裏に安藤がいる安藤っていうのはカイジの主人公性であるとか、はい、カイジの哀れさっていうのを強調するためのスイカにおける塩なんですよ。ああ、もう引き立て役ね。そう、うん、安藤がいなかったらエスポワールなんて面白カードゲーム大会でしかないのよ言いますね。もう安藤がいるから地獄と天国が同時に存在する船になるわけ。はい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 、はい、っていう、だから僕はエスポワール編がすごく好きだからこそ、そのエスポワール編を輝かせてくれたクズの安藤
彼が一番好きだなと思って今日語らせてもらったんですよ、ね、うわまた安藤に対する新しい切り口ですねこれは。うん、いるかもしれんぞお前らの仲間にも安藤が。いや怖いな。怖いな。絶対に星は預けるなよ安藤。この星もこの金も離したくないって言い始めるのかな。ひどいね。やだな。安藤ちょっと頭切れるんですよ。それがねめっちゃムカつくんだよね。わかるわかる、そこが嫌で、最後のその星をなんかその他のやつ、カイジを救うための星を別のやつに売るっていう時に、うん、親が出す、俺の親が出す、親が出す、親が出す、最高のセリフなんですよ、うん、親が出す。親は信用ならんっつって、もう今出せるやつ、今出せるやつ、今出せるやつっていう、その見えない金、レバレッジが効いてる金にはもう微動だにしない。あの状態でも、いややっぱ超現金主義なのもいいですし、やっぱり結局そこで判断力もやっぱ強いですよね、あの危機的状況でも。計算が早いんだよあいつ。計算が早い。ムカつくんだよなマジで。そうだから、あの星2個カード0に行くまでに、俺は安藤1回浮いてた説っていうのを押したいのよ。結構あいつ優秀だもんな。優秀なんですよね。いやそう、一人抜けがけして勝負に行くやん。うん、行く行く行く。したたかだしね。そう、あれも本当いいですよね。本当に俺も行くもん多分。一枚もらったら。行っちゃう。一枚持たしておいてくれって。でもう勝ったら渡すつもりだった。嘘じゃない。天界信じてくれ、勝ったら渡すつもりだったんだよ。ふら。あんまり人を舐めるな。言うよ俺は。天海さん切りましょうこいつっつって、いや切らない。もう泣きながら怒るよ俺は。で俺心入れ替えるよそしたら。天海いや裏切るね。裏切るやつ。最終的には天海がすっぱだかになったから裏切るやつ。もう天海が別室行く時、天海さんありがとう天海さんって言いながら、俺はもう嫌な予感しながら行くよ。親が出さ信用できないやつ、今現金で払えるやつ、今現金で払えるやつ、これ天界の星、現金で払えるやついるか。やだな、フラさんとエスポワールで会いたくねえな。そしたら天界一回中入ってもらって、あの秘書があんだよ。もう石田さんになっちゃってんじゃん。もう石田さんやん。もっと立ち悪いよ。鏡をコンコンってやるんよ。コンコン。グーは2回。立ち悪いわ。いや本当、もしかしたら自分が安藤になっちゃうかも。安藤のおかげで自分がより輝ける存在になるかも。そしてエスポワールを最高の夜にしてくれたっていうのが安藤だと僕は思ってるんで、今日は安藤語らせていただきました。ありがとうございます。間違いなく最後の最後に盛り上げに一役買ったのは安藤ですからね。そうですね、あそこからのどんでん返しだからね。本当に、いや本当に素晴らしいですよ。あの開示はあわや開示語りになってしまうところもいいんですよ。そうですね。安藤は開示です。実はその安藤古畑に邸宅やられてから、はい、でまあそれで、まあ、あんまりいい結果が出なかったから、そっから石田さんとか、ね、サハラと出会って、でまたそっから利根川兵道っていう巨悪とぶつかってから、大月にこっぴどくやられて、4号組だってっていう、このカイジの人を信じる信じないの乱高下するグラフみたいなのがある種カイジシリーズの見どころで、そうなんだよね、割とこの直近のそのカズヤ編とかワンコーカー編でそれがもっとクローズアップされて、そうですね、信じるのか信じないのかみたいなのって、だから言うたらもうどうなんだみたいな、安藤はカイジの初めての人に相当すると思う。初めての人だ、初めてを奪った人だね。初めてを奪った人、裏切りのね、裏切りのですよ、裏切り童貞を、裏切り童貞を奪う。だってあんな裏切られ方したら、そらコンビニバイトでもピリつか。戦争って言っちゃうよ。戦争ってこと出るわコンビニで。そりゃもう大福も食いに行かねえよ。いやー、カイジの人生を大きく変えた一人のキーマンだと思いますね、僕は。もう今ももういつちゃんとマリオが24億持ってくか怖いもん ね。どこかでもうキャンピングカーでもう乗ってカイジが落ちかれちまうんじゃねえかっていうのが。確かにね、今そうね、もうちゃんと古畑がもうあのかぶってさ、うん、あの見た目が。だからあの古畑がじゃねえや、ちゃんが一人で長いお使い広島行って帰ってきたのですごい安心したんですね。いやあれ多分ね、からちゃんがいなくなるみたいなね、初期のファンに対するサブリミナルハラハラよあれ、うん、おそらく重なるだろうお前、頭いいんだよなちゃんが、うん、できるやつだから
報われてほしいな、カイジ、そろそろさ、人を信じることにさ。なんかマリオとフナイも似てる気がする。シルエットも黒くしたら一緒だよね。ほぼ同じだ、うん、黒くしたら分かんないと思う。フナイはあの頑張り屋さんのとこがあって、家であのカードをうまく配る練習をしてるはずですよ。そうやね、重ねてやる練習もしてるしね。リキちゃん4枚っつって、シャツライフは5枚っつって、ハネルは2枚なっつって、残りは展開これじゃ63枚。そうそうそう、あれもうひどい男だよフナイは。いや、もうこのままだったら怪獣語りになってしまうので。いや、そうですね、危ない。一旦、ね、一旦これぐらいにしときましょう。切りましょう、切りましょう。いや、安藤はみんなね、ほんといい悪役なんでね、ぜひ、うん、アニメもあるし、うん、ちょっと映画にはね、安藤出てこないんだよね。フナイしか出てこないんで。あ、そうですね、うん、ぜひアニメとかね、でも見ていただければと思います。うんうんうん、撮ってください。それでは次、力士に行きますか。行きましょう。はい、力ちゃんはどちらのキャラクターでしょうか。変化球になってしまうかもしれませんがですね、私からは、賭博覇王伝ゼロより、はい、末崎さくらさん。さくらちゃん、さくら、さくらさんね。これはあれですか、ですから、ね、女の子ですか。こんな美少女が出てくるかと思うでしょうか。、はい、すいません、すいません、僕ゼロ履修してないんで超聞きたいです。おっと、はい、みんなが大好きなさくらちゃん、ひげ親父なんですけれども、末崎さくら、あの賭博覇王伝ゼロというのがね、はい、先ほど、プラさん言ってくれた、うん、ガイが終わった後に福本先生が少年マガジン帰ってきたと、はい、そうですね、で、うん、始まったこうちょっと少年漫画体で、もちろん賭博覇王伝ついてるギャンブル漫画で、ギャンブルですね、最初の金の高が1000億円から始まって、そこからどん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 膨らんでいく世界を股にかけたギャンブルゲームっていうところで、まあ今ちょっと途中で一旦休んでるんですけど。そうですね、はい、いや休んでるだけですから。休んでるだけ、はい、そう休んでる。いずれ充電、いずれ、なんでシルベが急にあんなボロボロになってるのか。なぜ急にハワイで、なんで急に、はい、アロハシャツ着て車椅子乗ってるけど、どうしたシルベっていうのは。おしゃれして、はい、で、まあ、トワカオデンゼロ自体このリボンキャラみたいなのが多くて、はい、ドリームキングダム側のね、管理職後藤っていう男がいるんですけども、うん、見た目がトネ側で名前がトネオっていうんですよ。トネオなんだよね。後藤トネオ。この末崎という男は、はい、坂崎のおっちゃん、カイジに出てきた、カイジと一緒に、はいはいはい、パチンコ沼を攻略して、ね、その後娘を取られそうになってやきもきするみたいな感じで、はい、いますけれども見た目はほぼ同じです。はい、で元々はこのゼロという主人公の少年は非常に頭の切れる男で、うん、あの義賊をやってたんですよ ね、 そうだ ね、 ね、悪いやつが貯めていた金をね、うん、はい、もう奪って、ね、恵まれない人、貧しい人、騙された人に返していくというやつやってて、その悪いやつだったんですよ、この末崎という男は。ヤクザ、そうなんだよね、最初に出てきたなんかポットでのヤクザみたいな。オレオレ詐欺かなんか言ってね。オレオレ詐欺をやってたんだよ。オレオレ詐欺やってたところ、うん、現場に、ゼロに踏み入られて、うん、あわや悪事を暴かれようがみたいなところ、そこのひりついたところからゼロってストーリーが始まるんですが、その後ひょんなことから、まあ、一攫千金を目指してドリームキングダムというところに、ゼロも行きました。それから末崎も行きました。でもちろんそんな最初敵対していた2人、ね、ゼロからしたら許せない極悪人、末崎からしたら自分のね、商売の邪魔をするクソガキっていうところから、だんだんギャンブルを一緒にやっていったり、ゼロの活躍を見ていく中で、末崎がそのゼロのズバ抜けた爆災、うん、王になる資格みたいなものを見抜いて、うん、惚れ込むんですよね。そうなんだよね。そう、案ができてくんだよね、なんか優秀ない人たち。そう、その末崎はもう本当ならゼロって何人か自分と同い年くらい の、 その集団自殺をしようとした少年たちと義賊のグループをやってたっていうので、はいはい、まあそこからね友情とかそういうのもあって、その少年たちのグループかと思ったら、一番こう隣にいるのがそのおっさんなんですよ。将来的にね。ずっといて、でその後本当に、まあ、広い役がね。ドリームキングダム、ドリームキングダムというのも、まあその大金を得られる代わりに自分のやっぱり命をかけたギャンブルをいっぱいしないといけないと。うん、そういう中で本当に数奇な運命で、まあ末崎はもうゼロに張ると。はい、ね、わしの命はお前に預けるみたいなところがあって。
でだんだんゼロの方もほだされてきて、うん、で、まあ、ゼロはまだ10代の少年だから、この人の心を人心掌握とかうまくいかなかったりだとか結構折れるんですよね、そうね、福本作品の中でも、うん、そうそうそう、ね、まあ、カイジとかとの裏切られ方とはまた違う、そのなんて言うんだろうな、すごい優等生な主人公だから結構そういう鉄火場みたいなところの流れで結構ボロボロになったり、どうすればいいんだってなるところでこう真っ先に葉っぱをかけてくれるのはこの末崎という男で、はい、お前が今しっかりしないどうすんだ、お前がこの問題を解いて皆殺しの魔女を解決しなかったらすんごい、ね、もう皆殺さないんだ、ここは皆殺さないなんだっつって、皆殺さない、皆殺さない、皆殺さないって、そう、見殺さないって打ち込んで正解なわけないじゃんっていう部分で、でももう食う、もう頭やばい、死ぬ死ぬってなった、うん、でボンクラの男どもが見殺さないに一回打たせてくれよっていうのを本当に文字通り体を張ってボコボコにされながら、体を張って止めて、ゼロ、こうわしが時間を稼いでるうちに解けと、正解を出せ、見殺さないんだわけあるかっていう風に止めてくれると、でそこでボコボコにするとキューンって飛んだ三角がポンってなって、おこれだみたいな、とにかくそう、またゼロとは別のとこで悪運の強い男で、そうだね、なんやかやね、溺死するかなと思ったらしなかったりとかね、あれじゃん、漬物に似てるじゃんとか言って、あ、それ結構あれもね重要なヒントだったからね、ねえ、あれ、あれカブ、カブでね、漬物じゃん俺たちは、そういうところで、まあ、ある種の割と生死のかかったギャンブルをメインにしてる中でもコメディーリリーフだったり狂言回しみたいな役割もしてくれて、意外と読者目線でゼロの凄さを説明するところもやってくれればっていう、かなり福本作品の中でもものすごい優秀なバイプレイヤーみたいなところがあって、確かにそうかも、うん、で、まあ、一旦そのゼロを、幕を閉じて第一幕が終わって次ギャンキ編ってなって、ちょっとゼロが成長して帰ってくると、グラサンを常につけている、もうナウテのギャンブラーやってる、完全に秘書になってる、いつの間にか完全にポジション収まってんの、完全に秘書になって、その煩わしいなんかその事務処理的なやつとか、その金の手配とかを全部もう末崎一任して完全にパートナーやって、しかもなぜか関西弁になってる、これが意味わかんない確かになってた確かになってる なぜか急にあれから何年後か何が起きたかわかんないんだけど、金は神でおまって言うようになってる、エセ関西弁やん、おまなんて言ってんの南の帝王しかいないんだよ、神でおまっていう、こってことの関西弁キャラになってるんですけども、でも俺好きなんですよね、そのでもなんかヤクザの中でも結構偉いっぽい描写ありますよね、あったあった、幹部みたいな感じだったよね、うん、なのにあれでいいのっていうギャンキ編わかんねんだよな、ギャンキ編が、うん、あの、うん、そのなんかキングのみたいなのを戦って決勝やりますよってなって、うん、そこ決勝がまだ書かれてないんだよね、うん、その間が飛んでるから、うん、何があったかわかんねんだけど、ギャンキ編になったらそういう立ち位置になってるんだよね、そういう立ち位置になってで急にゴルフが始まるっていう、ゴルフ、これすごいんですよね、そう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 、ゴルフ追いつかないの、そうなんだよやっぱ福本先生といえば、あのヤンマガのあの一番後ろの作者ページでゴルフの話をしてるイメージがあるから、ゴルフでギャンブル始まった、またあのゴルフの勝ち方がこすっごく最高なんですよねいやトッププロに相手にしてね、そう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 、多分、ね、石川遼君をモデルにしたやろう、ね、だと思う、天才少年ゴルフプレイヤーみたいなのと、そのゴルフはズブの素人のゼロがなぜか、あれは大金と、あと土地の権利でしたっけね、土地の権利だね、うん、そうですね、土地の権利をかけてギャンブルをやるとゴルフ勝てる見込みがない、普通にそんな野郎回ってどうしようもないどうするかって言ったら、そこでね、まあ、これはぜひ読んでほしいです、読んでほしいですね、どうすれば勝てるかみたいな、これはもう買うしかねえな、さくらちゃん見たくてしゃあない、今、いやめちゃめちゃいいキャラクターだよ、ね、本当にマジで面白いね、漫画もめちゃくちゃ面白いっすね、漫画今何巻でしたっけ、ゼロ、普通のゼロが18巻か、でギャンキ編が10巻、うん、10巻、うん、計18巻、全然いける、結 構、うん、結構ね、いろんな、特に序盤は本当に銀と金以上の少年誌っぽいスピード感というか ね、うん、いや、うん、本当に早い、なんかイケメンに描かれてるよね、ゼロとかね、ゼロはもう福本先生作品の中でも一番イケメンだと思うね、うん、
うん、絵はわかる。やっぱ、うん、あれイケメンで少年向けに描かれてるのかな、ね。キラキラだからね。目がキラキラしてて。キラキラなんです。犬山さまけもゼロが好きって言ってました。ああ。面白いもんね。で買って履修します僕。ぜひ。はい。1話で出てきたときにこいつが末崎ってわかんないと思う。多分名前出てこないから。最初名前わかんないから、ね。中盤ぐらいから名前で始めるんだよ。ここのね。まあ、最初に末崎さくらって出しちゃったの俺もったいないかなと思ったんですよね、うん、あーまあね、このさくらの名前が出るくだりとかはかなり面白いんで、ぜひこの後やります。はい、お願いします。いたします。いや、いいキャラクターなんですよね。うん、じゃあ次は伊藤ライフいきますか。はい、行きましょう。伊藤ライフが紹介したいキャラクターは、はい、赤城の市川さんです。おー、いやー、かっこいいんだ。出ましたね。さっきそのね、ゼロがかっこいいって言ったんですけど、僕の中でやっぱ福本作品で一番かっこいいのは市川なんです。はいはいはい、まあ、その盲目で老人で麻雀の強い台打ちって、もうプロフィールからもうてんこ盛りじゃないですか。かっこよすぎんだよな、まず。かっこよすぎんのよね。こんなかっこいい字ないですよ。あのね、まあ市川のプロフィールですけども、赤城が始まって一番最初に、まあ、チキンランが終わって、はい、龍崎と八木を倒してバイプッシュだ、うん、バイプッシュだってしすぎた結果、後日、麻雀の卓を持ち越して、はい、さあ決勝戦だっていうので、川田組のね、大打ちとして市川がやってきて、そこでね、卓を囲むって話になるんですけども、これがですね、僕今回そのさっきも言ったんですけど、前回見直して市川戦と市川戦の後でだいぶね、赤城の空気違うんですよね。おー、なるほど。あ、なんでかっていうと、市川戦までは割と視点が赤城側にあるんですよ。麻雀のパイとか、はいはいはい、赤城が打ってる姿をちゃんと、漫画を見てる人に見せてるというか。で、逆に市川戦が終わった後は赤城レイドバトルなんですよね。あ、なるほど。はいはいはい、なるほどね。浦部も鷲津ちゃんも、うん、自分の牌を見て、うん、いかに赤城を倒すかっていう漫画になるんですよね。はい、あーかもね、うん、あー視点が変わるかも。確かに視点が全然違うんですよ。だから市川戦までがむしろ赤城視点が残ってるっていう、もう話になるんですね。うん、言うたらもう本当に3巻とか4巻までなんですけど、この話って。うそうでしょ。本当にこれ終わったら見返そう。そっから先はね、本当にこう赤城の強さとか神格化がゴリゴリに始まっちゃって、うん、いかにその赤城の無表情さを崩すとか、はいはいはい、そういうバトルになってくるんで、だから赤城の人間らしいバトルが市川が最後なんですよね。あ、なるほど。そうなんです。だから作中だから鷲津はまあちょっと特殊なんですけど、最強キャラなんじゃないかなと僕は思うんですよね、市川は。で、まあ、見てる人も多いと思うんですけど、市川は、まあ、昔そのロシアンルーレットでギャンブルをして、それが高じて銃が暴発して視力を失ってしまったってキャラなので、麻雀をそもそもモーパイで全部牌を読み取ってやってるんですよね。モーパイってあれですよ、牌の柄を触ってこれがいいピンだとか老僧だとかを判断できるって、もうこの時点でまあ結構すごいんですけど。で、まあ誰が何を切った、皮が見えないから、うん、誰が何が切ったかっていうのを部下に言ってもらって、うん、それを全部覚えてんだよね。覚えてるんですよね。すごいよね。皮を全部覚えてるって、記憶力もその聴力もすごいんですけども、だから能力とかね、かっこよく描かれすぎて、なんかね、やっぱ市川がやっぱかっこよすぎて他のキャラかすむんですよね。浦部とかも強いはずなんですけども、浦部も強いよ、うん、見た目もかっこいいし、なんかプロフィールも際立ってるので、やっぱ市川がね、みんな印象残ってるんじゃないでしょうか。確かに浦部と顔で比べちゃうと、やっぱ市川勝ち目絶対ないですもんね。浦部は私んちのお母さんだもんね。とんでもない出っ歯だからな。麻雀が歯ガチャガチャやもんね。うん、もう唇から出てんじゃないの歯みたいな感じか。見た目かっこいいしね、ロシアンルーレットのそれこそ銃口口に突っ込み合う下りとかも、そう、ね、麻雀前からヒリヒリしてるっていうね。そうね、そうね。で、川田組のね、黒崎もね、その、まあ、結果は市川は負けるんですけども、まあ、展開的に、はいはいはい、でも市川が負けるなんてこっちは予想もしてねえよってセリフが出るんですよね。うん、
それだけこうね、あの大打ちとしてすごく強いキャラをこの3巻で用意してしまった。早いよね、あのキャラ出てくるんです。そう、もっとね後半出てきてバチバチやってほしかったなと思うんですけども。で、まあ、僕ちょっとアニメの話をしたいですけども、はいはい、この市川ですね、あの田中秀之さんってわかりますかね、はい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 、スラムダンクの小暮とか、うん、メタルギアソリッドのオタコンとか、あの優しい声の田中さんがこの怖くてシニ、なんかこうシリアスな市川を演じて、あ、合うんかなって僕は思ったんですけど、めっちゃかっこいいんですよね。めちゃめちゃいいよね。ね、でね、口調がだから、オタコンも、メガネ君も優しいじゃないですか。めっちゃ優しい。だよねとかですよねとか、そのなんか普通の喋り方なんですけども、市川はやっぱ凄みのあるキャラクターやから、まあロシアンルーレットで赤木の口に銃口突っ込むシーンがあるんですけども、そこで普段と違う口調なんですよね。はい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 、ああなるほど。喋り方が、こうでもしねえと狙いがつけられねえんだよっていう言葉を言うんですけども今までだからオタコンとかで慣れ親しんできた僕としたらすげえ違和感あったんですよ、ね、絶対そんなこと言わない、そんなこと言う声じゃない今やマスオさんの声当ててる人ですよ。そうですねでもこれが逆にギャップがあってめちゃめちゃかっこいいんでね、まずアニメから入ってくれたら市川のかっこよさは分かるんじゃないかなと思いますね。で、皆さん知ってます、あのスピンオフ作品のヒロ、ヒロ、はいはい、あそうヒロ、ヒロ、ヒロにも実は市川出しましたね。そうなんですよ、全17巻ですけども、はい、市川出てるんですよね、2巻から。あ、そうなんだ。ご存知ですかね、これがね、まあちゃんと作中で語れるんですけども、うん、あれ昭和の中期で市川って老人だったじゃないですか。だね。で、あれヒロってね、舞台が、ね、2002年なんです。あ、もうだいぶ経っちゃってますけど、だから生きてら100歳超えるぞみたいなそりゃそうだね。やけど、まあ、そんなちょっと老けたけどそんなに変わってない市川が出てくるんですよね。そうなんだ。でだからまあ試合をして、そこの試合の話をさっきしたいんですけども、このね僕ねそこがすごい好きなんですけども、市川ってパッと出て結構パッとやられちゃったキャラクターなんですけど、赤木って、そうね、赤木の市川、うん、でこのヒロで出てくるね市川がね、ちゃんとね、視力がないとかその、イカ様ができるとか灰を覚えられるとかじゃなくて、聴力が優れてるってキャラに昇華されてるんですよ。へー、そうなんだ。そうなんですよ。だから灰を例えばつもぎりなのか手出しなのかを判断するとか、だから音で、とかそういう、だから市川の聴力に結構スポットが当たってて、それをだからね見てほしいんですけども、ただ、はい、生きてりゃ100歳じゃないですか。だから実はこれは偽物の市川だったのか本物の市川だったのかっていうのがすんげえぼやかされたまま市川戦が終わっちゃうんです。はい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 、僕は本物だと信じたいんですけどね。本物じゃないですか。いや平山かもしれない。いや平山ではないでしょ。いやあれはどっから出てくんの、土の中から出てくんの。怖えよそしたら。拾って。まあ、はいもね覚えるの得意ですからね。あ確かに。そんな耳の設定なかったでしょ。ただの計算できるボンプだったでしょ。計算できるボンプではあった確かに。裏部にやあの展開も面白いんだ。だって普通偽赤木と戦うやんあの話って。あの展開ね、もう漫画の王道だったらね、赤木対偽赤木って普通すりゃライダーだってそれあんのに、まさかのかませ役っていうね。でもあのブッサイクな裏部と戦わせるって、死にたくない、死にたくないって明らかに裏部の方がねもう引き立て役みたいな感じだったのに、あの展開おもろいよな。市川戦であとねもう一個喋っときたいのが負け方なんですよね。もう最終戦で互いの展望のゼロを一個切り飛ばして、まあ一回互いに上がられたらやばいみたいな状況に陥る、互いにねその、るんですけども、最後はね赤木が、手の中に白があんこであるんですけども、ありますね、これを偽装のために一役できてるんですよ、白3枚で。やけどあんこでね、おそらくだから市川に対して
ハクは抱えてないだろうっていうブラフのためにあんこから1個切り出していくんですよね。これもうありえないんですよ、マーダンしてるやつらからすると。わざわざね、あんこになってるハクをね。そう、切らないですよ。で思わせておいて、で市川イカ様ができるとドラにいろいろと仕込めるっていう、はい、まあ盲目なのにすごいんですけど、その時点で自分の山にね、イカ様をして、しん、ハクは、赤城は抱えてないだろうから上がった時のシンドラ表示をチュンにすり替えておく下りがあるんですよね。はい、で結果、まあ赤城が上がったけどドラを乗ってないから、市川生き残るだろうと思ったんですけども、実は勘違いでハクを事前に1枚切り出してたからハクは持ってないと勘違いしてて、チュンが、シンドラ表示ってことはハクがドラになるので、うん、ドラ2が乗っちゃうっていうすげえ幕切れでエンディングなんですよね。ここでだからそのむしろ赤城のその麻雀のやり方の異様さとか異質さがすげえ際立って、市川が負けることでやっぱ赤城が高みに上がりすぎたかなっていう、その象徴するようなシーンなんですよね。だってこの後の浦部がやっぱちょっとね、やっぱ弱く見えますもん。で逆にやっぱ伝説の夜の幕切れだからね、あれがね。そう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 、第一部巻ですからあれ。でそれを13の中学生がやってるんですよ。いやそうなんですね。去年まで小学生。そうなんです、去年まで小学生。ランドセルですよ。いやあの市川がさ最後さ、うん、負けた後にさ赤城は白を持ってるってなってさ、うん、確認しに行くじゃん。うんうん、あれめっちゃ好きなんだよな、ね、俺震えながらさ、あそうそうそう、アニメでね、ハクがあるんだってさ、うん、自分のモーパーで確認しに行くじゃん、うんうん、震えながら、あれめっちゃ好きなんだよな。あそこはね、あ割とね、あの漫画の方はね負け方さらっとしてるからね、うん、聞き迫るのはやっぱアニメの方なんで、アニメは ね、 ねめっちゃ良かったね、絶対見てほしいです僕。というわけでね、市川の紹介でした、ありがとうございました。石川戦を実はあの赤城であるじゃないですか、あの名言と呼ばれるさ、狂気の沙汰ほど面白いとか、北でぬるりととかって、うん、これ鷲津戦じゃなくて市川戦なんだ。市川戦なのね。そう、有名なとこはね、狂気の沙汰より面白いってむしろ市川が先に言ってるからね。そうなんだよ、市川に言われて赤城があの銃突きつけられて、アニメではちゃんとあの銃を加えてるから、はいはい、狂気の沙汰ほど面白いってちゃんとね、はいはい、萩原さんがちゃんとねちゃんとやってくれる、面白いってちゃんとね言ってくれる、ね、ちょっとシュールなんだけどそれがね、ね、うん、あそこだったかなんですよね。電流走るは、八木戦ですね。もっと前ですね、本当に最初の最初。ヤギあれですよ、あのすごくまずくなった場面じゃなくて、あれヤギがいけるって思った場面ですかね、あれ、うん、電流走るって、そうそうそう、こいつ見たかん隙があるっつって、うん、よっしゃーの電流ね、よっしゃーの方ですからね、うん、あれコナンが謎解いた時と同じ電流、そう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 ね、確かに同じ SE だ、うん、そうだね。あの市川戦終わった時にやっぱその黒崎さんが台打ちを使う人間として明確にジャッジできてるっていう描写がある、うん、ああそう、はいはい、格付けが済んじまったよっていうところですね。お前と赤城やってももうひっくり返らんっていうところが、うん、やっぱそのただ金でこう使ってるヤクザじゃないんだなっていうのが分かる、うん、真剣の場をこうコーディネートする人としての能力の高さも見える、ね、うん、あそう 黒崎もね、うん、あの登場少ないんですけど、なんかあこいついいやつそうやなとか、ちゃんとなんかいろいろとみんなこと配慮してるなってのが分かるんですよね、うん、やっぱ管理できてる側の人間の顔してますよね、うん、福本作品に出てくるあの顔の系統のあの顔のフォルダに入ってる役と全員仕事できるはずなんですだいたい顔で分かるからね、そうそうそう系統で分かる、銀と金にもねいたはずなんだよな、あの顔のやつ、あれでも警察だったかな、うん、そうなんです拳銃くれるしね。はい、というわけで市川でございました、ありがとうございます、はい、いやもうまだまだね魅力的なキャラクターいるんですけども、ちょっと語ってるとキリがないのでね、はい、この辺りにさせていただきたいと思います。じゃあ最後いきましょう、最後のテーマこちらです、はい、名シーン語り、わあ、これはもう無限時間かかる。一晩かかるよ。一晩で20年ですからね。20年かかりますからね。
一晩って言っても20年だから。6半ちゃんだよ。地獄だとしても1年ですから。はい、もうね、福本先生作品には数々の名シーンが本当にありまして、読者をしびれさせるね、福本先生のもうとてつもないね、才能光るねものがあるんですけれども、うん、皆さんももちろん好きなシーンあると思います、うん、今日はじゃあそのシーンをね語っていただきたいなと思いますが、それではじゃあね、伊藤ライフからいきますか。いいですか、やった。はい、伊藤ライフからいきましょう、はい、じゃあ僕が選んだのはちょっと細かくですいません、はい、赤木鷲津戦、はい、南一曲三本馬です。はい、南一曲三本馬、はいはい、これは6戦目ですよね。6戦目ですね。6戦目、はい、これがですね、赤城鷲津戦っていろいろターニングポイントがあるんですけども、はい、これが23巻なんです。はい、ここまでの試合って言ったらやっぱ鷲津ちゃんがあわあわしたり可愛く笑ったりみたいな鷲津をめでる展開がやっぱずっと続くんですけども、はい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 、ここになったら急に赤城が出れ出すんですよね。ここのセリフがみんな覚えてるかと思うんですけども、釣れないな鷲津岩を、たまには見ろよ俺をって言ってリーチを落とすんですよ。リーチ棒を目の前に出すんだよね。チャラチャラって急に、だからその今までだから鷲津から赤城に対する好意の塊なんですよね、もう麻雀が。でそこでだから赤城がずっとこうポーカーフェイスでかわし続けてて一回も振り込まないみたいな展開がずっと続いてたんですけども、ここで急にね鷲津に対してね出れ出すんですよね。ここを皮切りにここの鷲津がね、もう赤城なんて知らんっつって、わしはもう早く手を作ってあいつに叫んじるんじゃって言ってずっと自分の手配を見てるんだよね。すごいですよ、だって面白い女っていう乙女芸のなんか男みたいな。あそこ完全にラブコメだよな。ラブコメやもんな、本当に。赤鷲だよな、あれ。あれ完全に赤鷲なんだよな。で、こっからだんだんそのなんかラブコメが始まって、もう34巻とかやばいんですよ。鷲津の手配が国士から大三元に移ってきて、これは上がったら赤城が死ぬんだっていうのに気づいたときに、赤城が死んだ後の人生なんで荒野だって。そうそうそう、赤城は死んでほしくなくなっちゃう。死んでほしくないんで、もう赤城なしじゃいられない。もう赤城はもうほぼわしだっつって泣き出すシーンがあるんですよ。もう可愛すぎてさ、ここのやりとりがさ。だからぜひともね、あの鷲津戦はですね、7巻から23巻まで、23巻から35巻まで、はい、もうそこ の色分けをまず楽しんでください皆様。もう一回見たって人もね、そこで明らかに空気変わってるんで、もう直近読んでる僕ですからね、やっぱもうこれはなんぼでも語れるんですけども、ぜひここね見てください。このオラついた彼氏みたいなセリフを見てください。あそこマジいいな。あれで何人落としてきたんだろうな、赤城。ねえ、リーチは見なきゃかわせないぜって。かっこいいんだよな、マジで。これみんな同意してくれると思う。黒のさ、ワイシャツでさ。広いんで、やっぱ岩さんは。もう広いよ、ほんと広いんとヒーローよね。って感じで、まぁ、ちょっと短くいきましょう。こんな感じでした。はい。いや、そこね、俺も。イトラに言われてそんなシーンあったかと思って今日見直してたんだけど、あったわ。あ、これはラブコメだわでしょ。こんなシーンあったっけ。もうまたね、新しい魅力が知れました。はい、裏ついてるわ、確かに。ここはぜひね見てほしいですね。ありがとうございます。はい、じゃ次はリキちゃん言いますか。はい、私からはまた黒沢に帰ってきましたね。はい、はい、黒沢 vs 中根来ましたね。はい、はい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 、まあ、まあ先ほども言った通り、黒沢というのは最初はその人望が欲しいというところからね、あの手この手でなんとかこう同僚たちの信頼を勝ち取ろうというところから、それがまあいろいろあってちょっとうまくいって、黒沢さんって
なんかいい人だねみたいな感じのとこまでは着地したんだけども、はい、そこで黒沢に災難が降りかかる。中学生に親父狩りを食らわされて、心身ともにボコボコにされてしまうというですね、そこの展開から、中学生にリベンジをすることになるわけです。はい、中学生にリベンジされ、しかもこれがなんか結構いろんな人たちのなんか謎 の, そあのたまたま近くにいたレンタルビデオ屋の店員とかの期待すらも背負って、うん、やりましょう黒沢さんというなんかすごい大事になっちゃうんだよね。そう、喧嘩経験のない黒沢がもうなぜか中学生に殴り込みをかけてっていうと、出てきたのがもう100いくつ2メーターくらい、もう2メーター近いバカでかい、うんうん、オロチみたいな男、もう中根というのがタラコ唇のね、タラコ唇で何考えてるか分かんない、赤ジャージで思考の読めない金髪の男が出てきて、本田圭介を思い浮かべてください。あれがすげえ長いんですよ。あれがすげえ長い中根という男が出てきます。はい、はい、ちなみにごめんなさい、あの中根はですね、人弁に中でした。あ、そうだね、ごめん、まあ、ちょっと失礼しました、ここはちょっと一旦、それでまあその中でその中根という絶対勝てない男とこう戦っていく中で、黒沢は意外にも冷静にボコボコにされながら、その中根のこう癖を読んでいったり、はい、攻撃のパターンを読んでいったりというのを、意外にもその戦闘中にあわあわせずに冷静に覚醒していって、つまりこのパンチを避ければ次自分のこれが入るんじゃないか、この剣に剣拳と書いてね、剣に、はい、この剣に剣でぶつけることができるんじゃないかみたいなことをやっていって、意外にもいい勝負になる、ね、中根に敵を回すことができる。戦闘の天才なんだよな。そう、あれ急に戦いの天才みたいな、ね、急に才能が開花する。ね、目覚めるもんね、あそこよね、うん、多分最初、うん、あそこでホーリーランドと同じ温度。この間までね、交通人形と一緒に布団に入ってた男が急に目覚める。アジフライをケツポケットに入れてたやつが、入れてた男から、この急転直下の展開戸惑いつつもやっぱり熱くなるんですよね。うん、でとは言いつつも、そこからは捨て頃勝負からだんだんとこう公園の資材置き場に、ね、拾った鉄パイプなんていうのが出てきて、ね、一回ね、バットで頭をボコられて黒沢は折れてしまったというあれがありますけれども、その鉄パイプの打ち合いみたいになっていって、ここの黒沢のなんていうんだろう、消耗とか疲労みたいなものの描写がすごくて、うんうん、読んでるこっちももう苦しくなってくる。カッカッカッ、息するのももうね、もうヘロヘロになっていく中で、ここでそれでも立ち向かってくる黒沢、自分の命保身に回らずに命がけで自分に立ち向かってきてくれる、はい、そんな親父がまだいたんだっていうね。喧嘩が強くて、ね、周りからもチヤホヤされてて、それなりにいろんなコネクションとか、ね、お金も、まあ、苦労してない、そういう中根という男の孤独を癒す存在としての黒沢が出てきて、ここから黒沢と中根の数奇な関係が始まっていき、ね、また次の展開に行くわけなんですけれども、鉄刀手積みなんかでも中根と黒沢の関係性って結局あいつよくわかんねえっていうので、黒沢がうん、うん、何なんだあいつ、クソクソクソっていう感じで、それでもなんかずっと腐れ縁が続いてる感じが俺は面白いなと思ってね、まあ、そんな中でも最後は黒沢の指を握ってくれたりしたわけですけども、そうです ね、うん、ね、まあこの黒沢対中根戦本当に盛り上がった。まあ、いろんな楽しい博打はありましたよ。それこそいいカードであったりだとか、もう1対1のね、ひりつくようなバトルたくさんありました。その金と金のね、その最初のポーカーとか、そんな中でもね、何のトランプとかカードとかサイコロも何もないけれども、いやこの戦いは熱い、熱かった、とにかく熱いですね。だいぶ序盤やから、その漫画読んですぐは出会えるよね、これね。もうすぐ中根はすぐ出てくるよ、ね、そうですね、うん、です。いやでもなんでしょうね、そのなんか得体の知れない中根という中学生の描写も、でもなんかすげえギャグを織り交ぜてみたいな感じのがあって、ね、正しい走り方が俺すげえ好きなの。シャカ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 ってね。中根が黒沢を走って追いかけてくるとき、めちゃくちゃ速い、しかも正しい走り方ってフォームがすごい綺麗っていう。あの途中の解説すげえ面白いもんね。あの福本先生の言語センスがバチバチに光ってて、半端じゃない、ね、格闘漫画としてももちろん面白いし、ここはね、ま
スターピースだと思うな。ねー、このね黒沢と仲良くなってでまた一悶着あって、うん、あってでまた一悶着あったって、黒沢って物語の流れがすごい美しいよね。うん、ここで出会ったやつとこうなったからまた新しい敵が出てきてっていうのがすごい美しいなと思ってて、うん、流れが入り込みやすいんだよな。そうちゃんとねこうあでまあなんかこう その前までの出会いみたいのがここで聞いてくるんだみたいなのがね。黒沢も立ち上がらざるを得ないなみたいな、あれが好きなんですよ。あの中根と戦う日の朝なんか黒沢はなんかごちそう用意してもらうじゃないですか。すき焼きですって言ったあの黒沢は応援団みたいな人たちに中学生ガツンやってくださいっつって、はい、いろんな飯を用意してもらうんですけども、うん、黒沢はいらねえっつってお稲荷さんだけ食うんですよね。お稲荷さんだけ、うん、でお稲荷さんだけ食って指舐めてんですよ、うん。俺あのシーンがすごい好きで、あそこが好きなの。それ舐めるよなと思って素手で食べてるからね。そう、うん、お稲荷さんなんだろうなお稲荷も。俺これだけでいいよっていうね。なんかあそこのシーンなんか妙に黒沢の苦労とかが出てんだけど、その後しょんぼりしてるチーターになっちゃうから。どうなるか本当に読めなかったんですよ。勝つか負けるかも ね肛門前でもうガチガチに塞ぎ込んじゃってやんなきゃよかったっていやまたそこがいいんだよね黒沢ね。ただかっこいいだけじゃなくてそういうかっこ悪さ人間らしさも出して頑張るってところがいいっすよね。いや好きだな黒沢やっぱり。今また読みたくなっちゃいました。はい、といった感じで黒沢対中根でございました。ありがとうございます。そしたらフラーさんいきますか。はい、行かせていただきましょう。私が語りたい名シーンというのはですね、はい、まあ、ここってピンポイントじゃないんですけれども、はい、エスポワール万全の運営体制挑戦までの流れでございます。あのこれが全然わからなくて、ね、ちょっと説明してもらっていいですか。これねもう皆さん、はい、カイジ、はい、エスポワール乗るまで何話かかるかご存知ですか。3話に乗ります。つまり2話は遠藤しか出てこない。はいはいはい、はい。でこの遠藤とのやり取りが僕はもう素晴らしいなと思ってて、まあ、あれって実際その現実的な不動産屋さんの契約テクニックを導入したやり取りなんですね。説明すると、まあ、カイジがね、まあ、なんやかんやって遠藤さんに、うん、お前カイジお前一発逆転しろこの船乗ってつかめって言われてエスポワールに乗船を決意しようとする口説かれるフェーズがあるじゃないですか。はい、はい、ありますね。あそこで悪いカイジ決まっちまった最後の人は。そんな遠藤さんお願いしますよ俺乗りたいっすエスポワールっつって、わがちょっとなんとか掛け合ってみるから落ち着けっつって、カイジなんとかねじ込んだありがとうございますあるじゃないですか、はい、あそこのシーンって、あれ要するに不動産とかで、ね、いい物件があるんですよねって悩んでる人に、あすいません物件決まっちゃったみたいなんで別のとこどうですか、でもさっきのやつの方がいいなどうにかならないですかって言って契約に持っていくってテクニックが実際にあるわけですよ。それを遠藤さんが実践してるっていうシーンなんですけど、提案と遠藤さんの関係性考えてみてくださいよ。はい、末端も末端よ遠藤そうですね、あそこまで行き届いてるのすごくないですか。すごいもうどんなマニュアルで教育してんの。提案利根川先生のやっぱり手腕じゃないですか。いや本当なんですよ。でやっぱりその僕はそこのシーンがすごい好きで、やっぱりあれって持たざる者が出てきた藁をスッと引っ込められたら手をもがいてバタバタって藁をくれ藁をくれって言っちゃうっていうのが2話に分けられて表現されてる素晴らしい導入だと思うんですよ。なるほど。だって必然性がないじゃないですか。いきなりだってこいつだらだら暮らしてたんだから、カイジ、うん、別にだましだまし行くくないですか。2、300万円あっても、ね、うん、まあ、なんとかなるでしょみたいな、自己破産とかあるでしょみたいな、うん、じゃなくて一回大金をつかむチャンスをちらつかせるっていうところにカイジのモチベーションに火を灯すっていうシーンなんですよ、あれが。はい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 。でそこの裏にあるのが帝愛の絶大なる部下に対する教育でね、乗船の流れも素晴らしくてですね、はい、あの身分証をチェックするんですよね。はい、うん、あの本当にこの人が伊藤カイジなのかっていうのをチェックして、あのあーってパスポートかなんかでカイジ入るんですけど、うん、
そのパスポートをカイジが別室送りになるときにきちっとシュレッダーにかけられて破棄されてるんですよ。です、ね、そことかも要するにエスポワールって船の運営に対してもう上が目行き届いてるからできる表現なんですよね。はい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 。もうこれ持ってるとなんか変なとこに隠されてて強制労働させて死体が出てきたときにもう身元が割れるとめんどくさいからちゃんと破棄する。分かったちゃんと破棄だよっつってパスポート、免許証、保険証、住民基地、ね、台帳カード、最近だったらマイナンバーも多分もう入ってるでしょうね、提愛さんのカバー力。ありますね。ね、スマホちゃんと壊すんだよとか、はい、で、あのさらった債務者の家に行って、パソコンのハードディスクちゃんと物理破壊とか、ちゃんとやってるだろうなってところまで行くなって、若かりし頃のフラ青年は思ってたんですけど、はい、その辺の描写が、トネ川のスピンオフのトネ川の中でガリガリ書かれててもうあの限定じゃんけんのもう裏側がそうなのあのセットっつってオープンっつってやった後にスッて入れた箱の中あれ人入ってますからねあれ人力ですもんねそう人力で数えてるし漫画喫茶みたいな居心地のいい空間なんですよ、うんね、ちゃんとねそらカードをトイレに捨てたら困るのよ、うん、X は困るのよっていうありますよやっぱ行き届いてる感が僕はすごいいいなと思ってこのシーンって実はブレイブメンロードに行く途中の冒頭のあの地下駐車場にも僕は表現されてるなと思ってて、はいはいはい、そのディズニーランド皆さん多分行ったことあると思うんですけどありますね、まあ、遊園地とか、はい、あの入り口のことをですね、まあ、演劇とか業界の用語でラビットホールって言うんですよ、そのラビットホール何かというと不思議の国のアリスが白ウサギを追いかけて通っていったトンネルのことだそういうことなんだおしゃれでそのラビットホールっていうのは何かっていうと今から皆さんは魔法の国に入るんですよだからディズニーランドの入り口がしょぼくちゃダメなんですよなるほど提愛はそのラビットホールがめちゃくちゃしっかりしているほうほうわざわざ地下駐車場に集めて箱に入れる必要ありますかないですないですよねないですね言われてみればそうやなですよねわざわざ不当に集める必要ありますかないですねなんならもっと言ったら渡った後の1000万チケットあれすらラビットホールなのよはい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 、はい、本物の鉄骨の前のうん、うんもうなんて提案行き届いてるんだとサービス業の鏡だなとエンターテインメントを作る会社なんですよ提案は、うん、っていうのに僕がやっぱその最初の2話の遠藤のやり取りからいや提案ってすごいなって思ってこうぐん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 解除読んでいくとやっぱ一個一個立て込み要するにギャンブルの場所の建設がすごいしっかりしている、うん、ということに気づきまして今回ね名場面として乗船までの流れをですね上げさせていただきましたなるほど、はい、これは納得ですねいやよかったわ勝ち得られなかったら本当孤立せよだったわマジで孤立するとこでしたね危なかったいいカードだってちゃんとデザインして印刷してんねんもんなあれそうなんですよこの中にいいカードの入庫を受け付けてる業者の方いるかもしれませんよ。かもしれませんからね。そうそう。それはゼロの時だってなんか馬車にわざわざ乗るよね。乗りますよ。やっぱトップのやっぱ行かれたおじいちゃんがやっぱ協力主義者になるとああいうディテールに来れっていう。ああいうのをやれって言われんだろうね。いいカードデザインコンペあったでしょうね。あったでしょうね。もっとタロットっぽくみたいな。もっとタロットっぽく絶対あった。このじゃんけんのカードを手骨にしたらどうですか？それいいね。いいね。まあ、ちなみに限定じゃんけんはね、提愛グループのとある一人の天才の企画書によって成立しているというのがね、利根川の中で明らかに。左衛門三郎次郎ですね。そう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 。あの天才。天才が。天才企画者。天才ゲームクリエイター。あいつ能力高すぎんもんな。あいつすごい。有能すぎるんだよな。いやほんとその利根川はねただのギャグ漫画じゃなくてその提愛グループの運営力エンタメに対する飽くなき探求心っていう角度で読むとすごい熱い。鉄骨渡りの、うん、あの、はいはいはい、先を細くしようってなって利根川が部下にそれを頼んで利根川がお前そういえばあれどうなってるってなってその部下がちょっと間を置いて、はい、あ大丈夫ですっていうのあれめっちゃ好きなんだけどあるあるすぎてやべやってなかったってなったけど、うん、平成装って大丈夫っていうのあれめっちゃ好きいやあれめっちゃ好きなんですよね。いややっぱねその提愛やっぱ遠藤さんの末端のところまで、まあ、もちろん遠藤さんはね解除を送り込むことですげえたくさんキックバックもらってると思うんですよ。うんな
んだけどやっぱ金だけだと会社の中で人って動かない、報酬だけだと、モチベーションコントロールが非常に大事なんで、利根川、まあ、もしかしたら若かりし頃の兵藤も非常に有能な上司だったんじゃないかなと伺わせますよね、あのシーンは。いや、利根川は読んでほしいね。あの漢字を読み終わった後に読んでほしいかな。そうですね、利根川だけだとあの良さはね伝わりきらないね。あれがあってこその利根川なんで、やっぱりあのスピンオフは本当に深めるためのスピンオフなんで、うん、ちょっとした切なさっていうのもね感じ取れたりするから、時系列おかしいんですけどね、 SNS で言ってほしい、いろいろね、そういう細かいことは気にしない、うん、おもろいから。いいんですよね。いや、ちょっとまさかのね、あの奴隷は二度刺すばりに開示2連発させていただいちゃって大変恐縮なんですけど、いやー、でもやっぱ切り口が面白くていいですね、いやありがとうございます、全員バラバラでいいね、素晴らしいです、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあラストはふみちょういきますか、いけますか、はい、頑張ります、はい、お願いします。はい、私が好きな名シーンは、はい、賭博覇王伝ゼロのザ・アンカン来ましたね、はい、最高2周します。はい、まあ、そもそもゼロってね、どういう話なのかっていうと、あの、なんか、あの、まあ、それこそお金持ちのね、おじいちゃまが作った、はい、こう、ギャンブルがいっぱいできる、遊園地、まあ、ディズニーランド、ね。ディズニーランドですね。はい。ギャンブルランドです。ギャンブルランドね、連れてかれるんですけど、うん、はい。そこでね、なんか、まあ、難易度によってね、ちょっと輪っかの数は違うんですけど、輪っかを3つ、クリアして輪っかを3つ集めろっていう、なんかこう、あのテーマパークなんです。はい、うん、若者集めるとちょっと次に進出できますよって、まあ進出しなかったっていうね、あるんですけど。で、あのそこでね、ゼラ、17歳の少年なんですけど、めちゃくちゃ頭が良くて、うん、もういろんなね、試練をね、あの活躍していくんですが、あの、その中でね、ザ・アンカーっていうね、その、アトラクションがあるんです。うん。で、まあ、この話ってなんか、他のやつだと結構ギャンブルってなんかこう、あの、他のアトラクションだとギャンブルの心理戦ばっかりなんですけど、うん、このザ・アンカーだけやけになんかこう、キャラクターのパーソナルをね、なんか掘り下げて、うん、そう、で、なんかやっぱ私、ゼロのキャラクター結構好きなんで、はい、やっぱそのパーソナルをね、掘り下げてくれたから結構ザ・アンカー好きだな。まあ、皆殺しの魔女のね、あの、見殺さないと迷ったんですけどね。はい。で、このね、あの、ザ・アンカーっていうのは、あの、三人セットじゃないと挑戦できないっていうアトラクションで、はい、まあ、そのためね、あの、ゼロは一人じゃちょっとできなくなっちゃって、まあ、ゆうきとさっきね、あの、挙げられていた桜ちゃん、末崎桜っていうね、ヤクザのおっちゃんと、はい、一緒に挑むことになるんですけど、はい。で、まあ、簡単に言うと、まあ、クイズ番組みたいな感じで。そうか。クイズなんだよね、ここ。ギャンブルじゃなくて、クイズが始まるんだよね。ギャンブルじゃなくてね。そう、クイズに挑戦するアトラクションで、なんか、こう、パネルをめくると、こう、番号出てきて、そのクイズが、まあ、クイズに答えて、みたいな。はい、ね。なんか、ちょっと不正もあるんですけどね。まあ、で、あの、たくさん間違えちゃうと、ね、あの、そのアンカーっていう、あの、あの、なんか、鎖に、光がついてるやつに、ね、うん、ここが、こう、どん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 降りてきて、それが動いて死んじゃうっていう。うん、頭にドカーン、でもみんな死んじゃいますっていうね。死んじゃいますっていう仕組みになってるんですけど。はい。で、まあ、ゼロはね、もうクイズ並みに東大王かってぐらいね、もう難問に正解しまくる。めちゃめちゃ難しいよね、あれ。あれね、こんなの知ってるわけないだろみたいなのからね、もう正解しまくるんですけど。はい。でも、このアトラクションは、3人が順番に答えなくちゃいけないから、苦戦するんですよね。うん。まあ、そんな中、はい、まあ、ゼロは、ま、ちょっと、まあ、もう、ファインプレイとかもうすごいんですけど、まあ、置いといて、まあ、末崎のね、可愛い、さっきから言ってる末崎さんとかがね、はい、結構パーソナルなことを掘り下げられていて、まずね、まず、その、さっきから出てきていたね、あの、小太郎っていうね、ちょっと、力一さみがある。クイズピエロがね、出てくるんですよ。クイズピエロ。そいつがね、いろいろね、問題を出してくるんですけど、うん、まあ、そいつが、全員ね、名前を入れと。だから末崎が末崎ですって言うんですけど、それじゃダメダメ、ブラザーと。名字じゃなくて、ファーストネームを言えと。
ね、そんな名前じゃないと人間関係の距離は縮まらないんだよ。そんなやつとはクイズなんかできないね。そんなやつにはもう意地悪して問題難しくしちゃおうかなとか言ってくるんですよ。うん、なんでもう星座結構しぶしぶさくらですみたいなこと言ってすごい言いづらそうに言うんだよ、ね、そこでやっと分かるよ、さくらって名前で。なるほど。そう、最初名前すらなかったのに。そう、そしたらもうなんとかさくらって言ったのに、そのね、うん、意地悪ピエロはその顔でみたいな。やっとするね。バカじゃないの言うの親は。もう赤ん坊でも、もう大体の顔と素材は分かるだろう。それでなんでそんな名前つけたんだよとか言ってね、ちょっと思ったくる。クソ辛辣やん。でまたさくらちゃんしょんぼりしちゃうんですよね。でまあこういろいろクイズが進んでいて、結構難易度が高い問題と難易度が低い問題、まあ点数が違うんですけど、うん、結構難易度高い問題がさくらに当たっちゃうんです、星崎のおっさんに。はいはいはい。で星をついてる国旗の国をなんか10個あるからそれを全部答えろって言うんですよ。うん。でそんなん絶対答えられない、うわ終わったわってみんなが思っていたら、もうペラペラ答え出すんですよ。あらさくらちゃん言うの。そう、あれみたいな、みんなどうしたのって言ってたら、うん、もう泣きながら、いや昔ね、俺の親父は外交官で、なんかもう俺も外交官を目指して、そういうのを覚えてた時があったんだって泣きながら言って、もう俺がもう少し頭が良ければ、もう頭が良ければ外交官になれてたかもしれないのに、今じゃね、こう、オレオレ詐欺とかしてる。なんでさくらちゃんはヤクザになっちゃったんだろうな。なんでヤクザになっちゃったのか、一番の謎なんだよな。いや、親父外交官で。なんでなんだろうね、なんで薬剤になってしまったの、その描写気になりますけどね。うん、そうって言っても泣きながら思い出を語るんですよ、そうやって。まあそれなのに ODA は答えられなかったりとかね。なんで ODA 答えねんだ。なんで ODA 答えられなかったのかね。そこは多分ちょっと頭良くなかったところとか。そこもね、頭悪いところだったのかもね。そうとかね、あってやっぱそこでね、私も末崎めっちゃ好きになって、鷲津の次に末崎と結構悩んだんですけど。そうで末崎いいなって思ってたら、まあ、ここはね、あのさっき言ってたその意地悪ピエロのクイズピエロがね、うん、もう結構いろいろ掘り下げられていて、そうだね、問題は出すんですけど、なんか急にね、めちゃくちゃ難しい問題を出してくるんですよ。もうゼロが何でも答えちゃうから、うん、もう絶対解けないような知識で解けないような問題を出してくるんですよ。で僕の卒業した学校は、まあ、地元では有名なもう悪のね、なんかヤンキー学校でみたいなことを語り出して、うん、いやもうクレイジーなこと悪いこといっぱいしちゃったよねみたいな、うんうん、でもうそのみんなで悪いことする中で、クレイジーなことする中で、みんなで頭の後ろのなんか髪の毛で字を書いたりしたんだよねみたいな、こう、うん、沿ってこうなんていうの、取り込みよね、彫刻みたいな、ね、うんね、はい、で髪の毛で文字書いたりしたんだよねみたいな、僕はそのグループでも中心でも射程もめっちゃいっぱいいたんだみたいなことを語り出すんですよ。でその頭の後ろの字を当てろってゼロに言うんですけど、はい、でそれそうしてって語ってるね、もうノリノリで語ってる最中にゼロが、嘘つけお前パシリだろみたいなこと言い出して、パシリかみたいな、気づいたように言うんだよ、そうパシリみたいな。で周りは喧嘩も弱そうだし、そんなね喧嘩が強いような体格もしてないし、もちろん人望もない、性格もう見ての通り悪すぎる、もう射程もどころか友達もいなかっただろうみたいなこと言うし、人格して人格してめちゃくちゃ辛辣ね。でさっきからね、俺たちがこう仲間でね、こう頑張って問題を解こうとかね、そうなんか、うん、仲良さそうにすると怒り出すしみたいな、さっきのその仲良く髪の毛で文字つけたって嘘つけ、いじめで入れさせられたんだろみたいなこと言ったら、ドキーみたいな、もうズボシーみたいな。わかりやすいんだ。わかりやすい反応するのよ。ねえ、でもそのね、そピエロもそれでまたちょっと可愛いなってなっちゃって、もその後も、こうゼロたちがね、なんか友情を見せるたびに、こうなんかもう、いや、イラ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 してるの、ずっと。あっていう、結構そのなんかキャラクターのパーソナル掘り下げてて、だからジャンカーが一番好きかなと思って。それで好きなんだ。で、その髪の毛の文字は、またそれ
これも面白いんで、なんでその文字を入れてたのかまで当てるんですけど、ね、あ、買ってみます。いやー、大丈夫。いいなー、ゼロ今から読めるのほんと羨ましい。可愛いんだよな、どのキャラも。面白いんだよな。ゼロ可愛いキャラ多いよね。うん、多い。あの、ギャンキ編のあれ、ハートのおばさん。あー、はい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 、うん、おばさんじゃない、おじさんか。で、あの、ゼロのことを恋し、ゼロに恋しちゃうオカマのおっさんがいるんですけど、そう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 、ジュンコちゃんって単語初めて見たもん、ね、可愛いんだよ、ジュンコいいよね。人の全部の歯のことをゼンバって言うと、ゼンバ言わん言わん。エリザベス純子はギャンブルに勝つとゼンバ取っちゃうんですよ。ゼンバ、そう、ゼンバ、全部の誤植なのかと思ったら、全部のパンを取っちゃう。造語ゼンバ、いやもう分からんですね。アルファベットで書いてるよ、しかも漢字2文字かと思ったらアルファベットでゼンバですからね。ゼンバ、ゼルダみたいな感じで書いてる。ね、もうギャンブルでゼロにボロボロに負けて、それでゼロに逆に恋しちゃうっていうおっさんが。おっさん。純子編も割とその小太郎の頭の文字当てるみたいな感じの、ゼロの神がかり的な洞察力みたいなやつがバシバシ出てて、出てきます。なんか見てて読んでて気持ちいい展開になりますよね。あとあの謎解き編のさ、沢子おばさんさ、めちゃめちゃ萌えキャラじゃない？あれ福本作品、福本先生作品の中でも、はいはい、マジで萌えキャラだと思うんだけど。ド天然のおばさんね。そう、めちゃめちゃ可愛かったな。めっちゃ見てみて。いや、ゼロキャラいいよね、やっぱね。キャラがめちゃめちゃ良かった、うん。キャラ立ちがすごくて。読んでて思う。だから全員怪しく見えるんだけど、うん、別に全員怪しくなかったみたいな。はい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 。なんかギャンブルもやっぱカイジとかでズドンってやるサイズ感じゃないんだけど、うん、面白いのがもうずっと続くんですよ。うん、それがね、福本先生のあのややボツフォルダから来てる感じとか、カイジカイジにおけるでやんなかったやつみたいな、そう、カイジでやんなかったやつみたいなオリジナルギャンブルがめっちゃ多くて、なんかカイジと並行してやってるから、なんかちょっと似たっていうか、うん、あるのかなって。ジャンプするやつとかね、あの、あー、あれだ、四方向のやつ、クォータージャンプ、クォータージャンプね、クォータージャンプ面白かったな、面白かったな。あんなの手渡しされるのずるいだろ、あれ、あれずるいよな。絶対飛んじゃうわ、あんなの。いやー、ぜひね、皆さん読んでみてください。うん、といった感じで、はい、迷信語り以上になります。バイプッシュ、バイプッシュ。いやー、他カータイタイツとかあったけどな。バイプッシュしますか、どうします？ポロッて言って、あーって言うだけど時間作りません。ちょっと言って、あーって言う時間作りません。いやー、葬式の話したいなー。葬式の話だよね。葬式の話したいなー。葬式だけでの一企画いけるで、これ。あそこはさー。いや、誰の説得が一番好きみたいな。いや、やっぱな、衝撃のセリフ多いんだよな、あのシーンは、ね、もうこれのルールもほとんどわからんのよって、俺にはもうこれがようわからんのよ、マージャンと書いて勘弁してくれっつって、マジで、そら泣くわ、そがもう、うん、ライブ先生見殺さない、今から読めるの羨ましいね、羨ましいね、いや本当に羨ましい、あの集団狂気を、からな、いやもう俺リアルタイムであの Kindle で買ったよ、もうお出た、もう今読んで、もう伊藤ライフの即買い、見殺さない、読んでるシーンは死ぬほど笑ったれ、まあ切りますか、うん、一旦切りがないんでね、切りますけど、まあ、リキイチさんがもう一個あげてたやつめっちゃ喋ってほしいけどね、俺、なんだっけ、あ、いやめっちゃ気になった妙に多い銀とこれ聞きたい、どういうことこれ、あの、いや、シャワーシーンが多いの、銀と金は、ただ確かに、第1話で銀さん浴びてたな、浴びてるね、そうやん、 あの感じの人が1話で脱ぐと思わないじゃないしかもその後、むちゃくちゃかっこいいというかね、悪どい金貸しみたいなやつをやる前に、うん、でボロだけどシャワーついてるんだ ってシャワーを浴びて、うん、あれ、森田やっぱ読者サービスなのな、そうなるとちょっとあると思います、やっぱり掲載誌がやっぱりちょっと、うん、そうね、ピザッツだから、シャワーシーン多かったんじゃないかとか、なるほどね、シャワーシーンといえばあとあれですよね、
チカのシャンプーがモコモコって言うモコ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 っていうモコモコっていうああいうのがやっぱうまいなって思うんですよ。ああいう擬音一つで本当に嫌だ。オノマトペがすごいんだよ、ね。オノマトペ独特はね、他の漫画にはないよね。ないやつ。やっぱ違うんだろうね。やっぱ分かりやすいのに牛牛牛牛牛牛ってすごいよね。でもなんか伝わるんだよね。あなんか出してその音やもんなあれね。うまそうなんだ。焼き鳥で。好きなのゼロで財前様が、うん、あの地球は回ってるんだみたいなことを言うときに地球のイメージみたいだけど、うんうんうん、で地球回ってるっていう効果音が、うん、来る来るだった。いやうそーやば。うわ見直してそっかチープに見えるけどね。見たら笑っちゃうよ。見ただけじゃ地球の回転くる細かいよね。リキちゃん本当に見てるところがすごいわ。言語センスにやられてるんですよね。やっぱね、うん、天才的だからね本当にね。たまりませんね本当に。なんかうまそうな飯を福本先生が書いたとき大体うまそうに見えないのいいんですよね。ね全然ごちそうに見えないっていう。確かにあの兵道がねあの、うん、なんかオードブルとかを食ってる時も、うん、くちゃっていう。あそうあいつくちゃらな、ね、くちゃらだからなあいつ。王陛下は客に演習だけならんくちゃってあの電話しながら食いやがって。誰もでもやっぱ傍若無人のね、うん、表現よね、うん。誰も注意する人がいないっていう行動を。注意できないわな。くちゃくちゃしないでって。黒崎ぐらいでしょ。注意できない。確かに黒崎は許されるから。会長ちょっとうるさいんでそれやめてくれます。そうそうでも黒崎っつって。トネ川でタイトなジーンズにねじ込むなどって言い出した時これクソだったね。ボアボアで、ね、ボアボアでもう。いやもう切りないんでねちょっと締めますか。はい。というわけで今日はねこの5人で楽しく福本先生作品。うん語らせていただきました。ちょっと感想聞いていこうかな。じゃあ組長から、うん、はい。いやもうなんか普段こう銀と金好きとか、うん、あの誰かに漫画好きな漫画あるって聞かれて言っても大体伝わらないんですよ銀と金なかなかねそうなんか読んでる人がね何それって言われちゃうので、で今日銀と金の話をして、わかるみたいな、それでそれでみたいなのを初めて味わいました。よかった。それはよかった。よかったよかった。初めてだ、この感覚と思った。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、伊藤ライフいかがでしたか？うわまだね、語りたい。足りないんですよ。実はね、まあ、もう一個ね、そりゃそうよ。ねネタがあってこのあのカイジとカズヤの会話とかね。これね。車の中でも。あそこもだから第2回だ絶対読んでください。めちゃめちゃ楽しかったんで。足りない。時間が足んない。足りない。はい。ぜひお願いします。ありがとうございます。じゃあフラッサー。はい、いやもうめちゃくちゃ楽しかったんですけども、あれですね、僕この細かい話をするのがほんと好きで、結構やっぱこう、ね、飲み屋とかでやってうざがられるんですけど、今日はもう強制的に細かい、もうエスポワールがどうだって言えたら本当にもう最高の時間でしたね。いやでも本当にまだまだこの解像度でですね、福本作品を分解してるところあるんで、僕も2回目あったらですね、さまざまな話させていただきたいですね。いやぜひぜひ。はい、今日めちゃくちゃ細かすぎて伝わらない。ないシリーズやってくれも伝わらない福本作品、うん、おそらく顔採用してるであろうカイジが働いていた、コンビニとかね可愛いからな女て西尾可愛いからな可愛いんすよ、うん、いやもうそんな話もですねたくさん今後もできればなと思います。今日は本当にありがとうございました。楽しかったです。ございました、はい、いやなんか今日でねあ高坂の先輩だなっていうのが分かりました。高坂は、このフラさんの話を聞いて、あの話術になったんだなっていうのが今日分かりました。いや、ありがてえ、そう思ってもらえるな。確信しましたね、今日で。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。で、リキちゃんどうでしたか？いや、面白かったです。いや、でもまだ全然語り足りなくて。でしょうね。次、第2回やるときは、俺、あれにしようかなと思って、あのトランプのキングの石版のライブ 2D で喋ろうかなって本当に本当にそれわしじゃねフランプ
の筋肉で喋ろうかって、うん、まだまだ喋り足りないところがある。いいな、まだたゆたっているそんな気持ちなんでね、また次回呼んでください、よろしくお願いします。いや本当たくさんねネタも入れていただいてね、本当に助かりました。今日はありがとうございました。楽しかったです。はい、ということで、福野先生作品の語りは終わりなんですが、5日後ですね、20日、はい、20時からはジャンタンは公式チャンネル、私のね出演しておりますシャム2という番組にでですね、今度開かれます、赤城のねコラボがあるんですけども、はい、それのもう詳細ねバンバン出します。楽しみ。もうね、あの台本読んだんですけど、うん、とんでもないことになってます本当に、マジでかっていうねことになっているので、うん、本当に皆さんこちら楽しみにしていただいて、あと大会の方には私天海司とこの伊藤ライフでね、はい、出させていただくのと、あとは稲葉ハネルと、はい、はい、運動ミレイさんと、ね、はい、コンビ打ち大会というのが24日にも、ありますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、といった感じでしょうかね。はい、で赤城コラボもね、はい、楽しみを、本当に楽しみなんでね、ぜひ皆さんジャンタマプレイしていただいて、うん、はい、よろしくお願いいたしますというところで締めさせていただこうかな、はい、あとは、近代麻雀にて、今ね福本先生闇魔の間宮、こちらの方、ね、絶賛、連載中でございます。闇魔というね、はい、そうですねはい、稲葉ハネルの羽マン麻雀もやっております。一緒にやってます。ひどかった、ひどかった本当に、またいや闇魔っていうね、はい、もうまたこんなルールなんで思いつけんのっていうね、とんでもない麻雀のね、うん、面白い、またやっております。そちらもぜひね皆さん読んでみてください。どういった感じで今日はね皆さんありがとうございました。またね第2回あればぜひ、はい、今日語れなかったものをね語りましょう、うん、はい、というわけでありがとうございました。